本日は私ども大学共同利用機関人間文化研究機構の第36回になります人文機構シンポジウムにお越しくださいまして大変ありがとうございます。本日は海外において日本の文化を展示することの意義というものを問うてみたいというふうに考えておりますので、最後までご清聴いただければと思います。私ども大学共同利用機関の人間文化研究機構、初めて耳にされる方もおられるかと思いますが、千葉県の佐倉市にあります国立歴史民俗博物館、それから東京の立川市にあります国文学研究資料館、国立国語研究所、関西の方に参りまして、京都に国際日本文化研究センター、それから総合地球環境学研究所、大阪に国立民族学博物館、この6機関で構成されております。これまでその各機関が全国の大学とか国内外の大学あるいは研究機関と共同でさまざまな研究を進めてきております。その研究をできるだけ多くの人々に分かりやすくその成果を聞いていただくというのが、この人文機構シンポジウムというものであります。で、この6機関、それぞれ、今、様々な研究を展開しているんですが、特に、日本の資料というものが、長い歴史の中で、海外に、所蔵されているものが非常にたくさんある。しかしそれをきちっと調査研究することの意義というのが早くから叫ばれていたんですが、なかなかそれの原因を解明するというのは難しいです。で、私どもの機構が立ち上がった時から日本の海外にある日本関連資料を調査研究し、特にこの第3期という、法人の第3期の時から調査研究するだけでなく、その資料的な価値というものをそれぞれの所蔵されている国で日本文化というものの意義ということをそれぞれの当該地で明らかにすることによって日本研究者を新たに今育成したり、あるいは日本文化に対してのより深い理解をそれぞれの国の方々により一層明確にできるんではないかと、そういう趣旨で進めてまいったのが、今日ご紹介いたします19世紀の、ヨーロッパの在外資料調査研究し、それを活用するというプロジェクト、これは国立歴史民俗博物館が、担っている課題です。研究代表者は後ほど趣旨説明をいたします日高薫教授ですけれども、昨年イギリスのウェールズの国立博物館と
いわば共催の形で会場を、まあ、ウェールズの国立博物館で、絆展という今日ご紹介する展示を行ったわけです。そのウェールズの、まあ、首都の30万人の市民の方のうち、実に2ヶ月弱の展示期間でしたけれども、5万9000人という、まあ、やば5人に1人が、その展示をご覧になったということで、それを、まあ、いわば、主として担当され、6年間にわたって、ウェールズで、様々な日本資料を発掘して、この展示まで、まあ、進めた国立歴史民俗博物館の、まあ、客員教授の三木義弘先生が、その展示が終わった後に直後ですね、私どもの機構にご報告をしていただきました。とても、まあ、興奮状態で、その盛り上がりを、まあ、逐一報告いただいて、私は即座に、これこそですね、国立歴史民俗博物館が目指している国際共同展示、これの成功例として、ぜひ日本の皆さんにその模様を紹介していただきたいというふうに要請しまして、まあ、今回、国立歴史民俗博物館の、まあ、方々と一緒に今日この報告会を催すことができたわけです。しかも、今回、ウェールズの国立博物館の館長に、館長さんが、まあ、今回、この展示会に、まあ、ご講演を引き受けていただいたということで、後ほどアンダーソン館長から、この講演をいただくわけです。このことは私にとっても、まあ、我々にとって、妨害の喜びであります。最後になりましたけれども、今日この立派な会場をお貸しいただいた東京大学の様、それからこのシンポジウムに全面的に協力いただいたウェールズの国立博物館さん、そして講演をいただきましたイギリスのウェールズ政府、それから国際交流基金さん、さらに外務省、それから文部科学省の関係者の皆様に厚く御礼を申し上げたいと思います。それでは、この後、海外に発信する日本文化というものの、まあ、現場からの生の報告をぜひ皆様お聞きいただいて、人間文化研究機構が今目指しております、今の極めて厳しい世界情勢の中で、国際学術研究を通じた平和の創生ということに、ぜひ一緒にお考えいただければありがたいと思います。それでは、この後のシンポジウム、よろしくお願いいたします。どうもありがとうございます。国立歴史民俗博物館の日高と申します。よろしくお願いいたします。
ただいま、平川紀行長よりご紹介いただきましたように、本日のシンポジウムは、人間文化研究機構が推進しております基幹研究プロジェクトに関わるものでございます。で、私の方からですね、これまでの経緯を含めまして、趣旨説明をさせていただきます。国立歴史民俗博物館、歴博は、人間文化研究機構のプロジェクトの一環として、これまで約10年にわたって、欧米に残された、日本関係、在外日本資料の、調査研究に取り組んでまいりました。我が国が海外に向けて大きく門戸を開いた19世紀、外国人らの手によって収集された膨大な日本関係資料が、ヨーロッパをはじめ海外には、未だ整理や紹介がなされないまま、残されています。で、これらの多くは収集の時期や経緯がほぼ明らかであることから、日本史の基準的な資料として極めて有用です。しかしながら、従来の在外資料調査にはいろいろな問題点がありました。まず、海外における資料調査は限られたチャンス、限られた時間内において行われるために、とかく宝物探しになりがちでありまして、調査を行う研究者の関心に従った選択的な調査と、なる傾向があります。そのため、よく知られるコレクションにおいても、重要な資料が未紹介のまま見落とされてしまっているというようなことが少なくありません。そこで我々の調査においては、まず、可能な限りつまみ食いをやめまして、コレクションの全体像を把握できるような失敗調査、すべての資料を調査するということですね、を基本とすることを心がけました。また、研究者が単独で行う調査の場合、その成果公開が論文の形態を取ることが多いですので、すべての調査情報が公にされずに、次に訪れる研究者はまたゼロからのスタートで、調査を進めているという実情がございます。このような実態を改善するために、調査の結果得られたすべての資料情報を、できるだけ画像付きで公開することによって、研究情報の共有化を図り、次世代の研究者が利用できるようにするということを目標としました。合わせて、すでに公開されている資料情報についても、既存のデータベースを統合したりしまして、利用しやすい状況を作ることを、関係諸機関との連携によって推進しております。さて、このプロジェクトでは、特にシーボルト・チチコの収集による大規模なモノ資料のコレクション調査に多くの時間と労力を費やしてまいりました。シーボルトコレクションは日本人にとってはよく知られたコレクションでありまして、ある程度の研究蓄積もあるんですけれども、実は各地の所蔵機関に資料が散らばっているために、全体像が捉えにくいという問題がありました。そこで、さまざまな19世紀のコレクションあるんですけれども、その中から、シーボルトのコレクションを取り上げることによって、その他のコレクションの調査研究の方法、あるいは国際連携のモデルというのにできるんじゃないかと考えたわけです。これまでの、活動を少し紹介いたしますと、例えばミュンヘン五大陸博物館に所蔵されるフィリップ・フランス・フォン・シーボルトの収集資料に関しましては、足掛け8年以上、正式なプロジェクトが発足してからは6年間、11回に及ぶ調査に各分野の専門家を派遣して、約6000点に及ぶモノ資料の失敗調査を完了しました。この調査には毎回プロのカメラマンが同行しまして、利用頻度が高いと判断される、主要な資料について撮影した画像を、所蔵者に無償で提供しております。またその他の資料に関しても、すべて調査者が、写真撮影を行いまして、データベースで公開することにより、資料情報の共有化に努めております。プロカメラマンによります、良質な画像というのは、予算不足に苦しんでいる日本資料の所蔵者にとっては、大変、助けになっているかと思われます。現在公開中のデータベースはシンプルな構成ではありますけれども、資料の基本情報に合わせて最大6カットの資料画像を、全てに付与して、ウェブ上で一般公開しております。このような大規模コレクションの総合調査というのは実り多いものなんですけれども、その遂行には莫大な経費と時間がかかります。
また、成果を論文やシンポジウムで発表するだけでは、研究者コミュニティでは一定の評価を得られるんですけれども、海外における一般的な日本文化理解、あるいは日本研究事情を相対的に向上させることはできません。そこで3年前からは、これまでの在外資料調査研究とその成果活用のあり方を見直すとともに、グローバル時代にふさわしい新たな日本文化発信の方法を、海外の研究者との共同によって模索する試みを実践しております。調査を行って成果をまとめて終わりというのではなく、日本の研究者によって新たな価値を付与された在外資料を実際に現地の、展示あるいは教育などに積極的に活用していただき、日本文化発信につなげていこうというわけであります。プロジェクトなんですけれども、ドイツ、オーストリアにおける、シーボルト関係資料を対象とした活動と並行して、イギリス、そしてスイスにおいては日本資料の活用に重点を置いた事業を展開しています。まず、ウィーンを中心としたチームは、大規模コレクション調査の王道とでもとも言うべき方法、手法によって、調査、総合調査を進めておりまして、これを資源基盤型というふうに名付けました。これに対し、本日紹介もありますイギリスにおける事業では、対象地域をあえてウェールズ、北部イングランド、スコットランドなど、ロンドン以外の、地域に設定しまして、現地のニーズに応じた展示、教育事業を、現地の学芸員や教育普及担当者とともに検討する対話型の支援事業を行っています。一方、スイスにおいては、現地の大学教育と連携しまして、資料調査や展示協力の過程において、学生または学芸員のスキルアップを図って、現地において、次世代の日本紹介を担うことのできる研究者の養成を手助けする、人材育成型の活動を進めております。特に博物館という事業形態を有する研究機関として、私たちは展示を通じた日本文化発信、展示を通じた日本文化発信にこだわり続けてまいりました。我々はプロジェクトの一環として、まず、しっかり調査を終えたミュンヘンのシーボルトコレクションの成果を、国内外における巡回展示として発信し、社会に還元することにしました。2016年から17年にかけて、日本国内5会場を巡回した、よみがえれシーボルト日本、シーボルトの日本博物館は、一般市民に、コレクションを紹介する目的で開催した展覧会なんですけれども、長年にわたって取り組んできた私たちの研究の成果を、いかにわかりやすく伝えるかということに心を砕いた展覧会でもありました。つまり展覧会では、物資料研究と、文献資料研究とが明らかにする歴史像を一般の観覧者にも共有してもらうために、展覧会の趣旨であるシーボルト自身がヨーロッパで行った日本展示の復元的考察というややクロート向けともいえるテーマに正面から向き合う、展示構成をあえて選択したわけです。基本資料としたのはシーボルトの死後まもなく、長男アレクサンダーによって作成されたコレクション目録です。この目録にはシーボルトが死の直前にミュンヘンで開催した日本展示における展示ケースの分類、区分、それと展示順とが示されております。我々はこの目録の記述を詳細に読み解きながら、シーボルトが19世紀に行った展示を復元すべく、現代の博物館展示、博物館の展示ケースの中に、目録の順番通りに、資料を、並べていくという方法を取りました。また当時の雑誌記事の挿絵をもとに、シーボルトが行った展示の様子を実物資料あるいはプロジェクションマッピングなどの手法を用いて現代によみがえらせようとしました。実物資料はケースの中に展示しましたけれども、このイラストに基づいた、復元を真ん中のプロジェクションマッピングによって、再現しました。一方こちらは、コレクションの全貌を示すために自主制作したデジタルアーカイブです。
まあ、こちらは教育の一環として大学の学生さんが、まあ作ってくれた魅力的なデジタルアーカイブなんですけれども、こういったさまざまな試みで、その一般の方に研究内容を伝えようとしたわけです。展示を経験してみて意外だったのは、極めて研究的な内容であるにもかかわらずですね、皆さんが、想像した以上に研究の、手法あるいは過程に興味を持ち、その内容を理解してくださったことであります。この、調査研究事業によって、ミュンヘンのシーボルトコレクションに新たな光が当てられまして、この展示は、資料の主導者であるミュンヘン五大陸博物館でも開催できる運びとなりました。来週めでたくオープンを迎える予定です。プロジェクトではさらに海外における日本展示を現地の担当者とともに構築する事業にも、着手しまして、昨年の夏、ウェールズ国立博物館、文化庁の共催で大規模な日本展示絆展を開催することができました。でさらにですね、現在は来年2月にウィーンの世界博物館で、開催する予定の、シーボトの息子のコレクションに関する展覧会の準備を進めております。ウェールズにおける展覧会についてはあと後ほど詳しい説明があると思いますけれども、まあ、こういった日本からの、いろいろ、まあ、美術品などを、持って行って展示を、いたしました。でここではですね、先方のウェールズ国立博物館の学芸員の、意思を 何よりも尊重して企画を行ったわけです。で私自身海外における展覧会に企画段階から深く関わったのは初めての経験でしたので、準備中は驚きの連続でして、さまざまな意味で海外で日本展示を行うことということを意識する機会が、多くありました。例えばですね、メインビジュアルの決定において、左が使用されたポスターなんですけれども、日本側とウェールズとの間でちょっとしたせめぎ合いがあったんですね。ポスターの配色に見られるピンクと黄色の、組み合わせというのは日本人が抱いている伝統的な日本文化の色彩イメージからはかけ離れています。で、これは近年海外で日本人気の漫画アニメ、あるいはキャラクターに象徴される現代日本のイメージから来るものであることがわかります。で、こちらは、実は、ポスター案として、別に上がっていた不採択になったポスターのデザインなんですけれども、ウェールズ国立博物館は、あちらの左の七夕飾りの、デザインを、使われたかったみたいなんですが、どうしても日本側からは抵抗があるということで、最終的に、無難なところで落ち着いたということになりました。で、ですが、このピンクと黄色の、カラーというのは展示場の中でもですね、テーマカラーとして、使われておりまして、絆というタイトルをネオンサインで、表しているような、展示になっております。あるいはですね、こちらの展示、ポスター、有名な、ポスターの名品が展示されているんですけれども、日本国内の展示においては、こういうふうに上下2段に、展示するということは、一般的ではないわけなんですけれども、先方としては、西洋ではこういうふうに、上下で、展示、絵を描けることはたくさんあると。で、実際に、描けてみたところ、大変美しくまとまったので、これでいいだろうと。ということで最終的にこれで収まったということになります。こういうふうにいろいろなことがあったんですけれども、日本文化に関する常識や理解の度合いが国内とは著しく異なる、海外においてはさまざまな感覚の違い、制約がありまして、現地の状況やニーズに応じた日本文化発信というのが求められます。で、相互の、スタッフの話し合い連帯感によって最終的には、展覧会が成功に収まったということを喜ばしいことであります。はい、そういうわけで、簡単ではありますけれども、ちょっと導入ということでお話をさせていただきました。以上、ありがとうございました。
それではですね、特別講演者のご紹介をさせていただきます。デイビッド・アンダーソン館長は、北アイルランドにおもらいになりまして、イギリスで育ち、エジンバラ大学でアイルランドの歴史を学ばれました。歴史教師としての経験の後、イギリス・ブライトンの、ロイヤル・パビリオン&ミュージアム、それとグリニッジの国立海洋博物館、などを経まして、ビクトリア&アルバートミュージアムの、博物館教育部門、を長く率いられます。そして2010年より、ウェールズ国立博物館館長に就任されました。イギリスの博物館協会長、またイギリス政府のアドバイザーとして幅広い文化行政施策に参画された経歴をお持ちです。ウェールズ博物館に置かれましては、セント・ファーガンス・ミュージアムを、国立ウェールズ歴史博物館へ、変革するなどの事業に取り組まれまして、この度、2019年のアート・ファンド・ミュージアム・オブ・ザ・イヤーを受賞されました。本日ありがとうございます。それでは、よろしくお願いいたします。President Hirakawa Minami. Of the National Institute of Humanities and Professor Hideki Kaori of National Museum of Japanese History for their very kind introductions, and to all of the many partners in the Kizuna project, which has been mentioned was a project of 6 years and more in development. And, こんにちは。皆様、こんにちは。まずはですね、感謝の言葉から申し上げたいと思います。人間文化研究機構の機構長でいらっしゃいます、平川南先生、それから国立歴史民族博物館の平川教授、ご協力に本当に感謝申し上げます。そして、今先ほどから話がありました、絆のプロジェクトのパートナーの皆様に感謝を申し上げます。このプロジェクトは足掛け6年以上かかったプロジェクトでした。The concept of the distributed international museum, which is one way of describing the project that's been begun by the National Institute, I think is a really interesting one. この今回のプロジェクトの対象となりました展示会、博物館で行われたものですが、これはですね、国際的な博物館、これをですね、その分散型でこの展示を行っていくという、そういったコンセプトであり、これはとても面白いコンセプトだと思います。Nearly 30 years ago, there was a festival of Japan across the United Kingdom, and an extraordinary exhibition at the V&A called Visions of Japan. ほぼ30年前になりますけれども、イギリス全土を通しましてジャパンフェスティバルが開催されました。そしてビクトリア・アルバート・ミュージアムで開催されました展示会、こちらのタイトルは Visions of Japan というものでした。 But to the best of my knowledge, Kizuna is the most significant exhibition on Japan to be held outside London for many decades.しかし、この数十年の間に、私に言わせるならば、ロンドン以外で開催された日本に関する展示会、展覧会といたしまして、絆こそが最も意義深いものであったと思います。In other words, there's been a great inequality of access to Japanese culture. And, Wales has seen very little for a very long time.言い換えますと、日本の文化に対するアクセスが大変に平等であった展覧会であり、それまでの間はウェールズはあまりにも長い間、日本の文化のほとんどを見ることなく過ごしてきたというわけです。Kizuna radically changed that position. このようなポジションを絆は急進的な形で変えました。People in Wales were hungry.For an exhibition of this kind. ウェールズの人たちはこういった展覧会を心から求めていたのです。This made it one of the most significant exhibitions our museum has had for many years. そんなわけで何年にもわたって我々の博物館が行った展覧会の中で最も意味のある展覧会となりました。
And I want to pay tribute to the vision of the Institute and the museum and other partners in Japan for enabling this project to happen.こういったプロジェクトを可能にしてくれましたのが人間文化研究機構であり、そして国立歴史民俗博物館やその他の日本の博物館の皆様であります。そういった方々のビジョンに敬意を表したいと思います。 Underlying a project like this is a question that I believe is important. Why do we engage in cultural exchangeこういったプロジェクトの基礎となるものとして、とても重要な問いがあると思います。それは、どうして我々はこのような文化交流に力を尽くすのかということです。And are the ambitions of the different partners the same, or do they sometimes differ?そして様々なパートナーがよって行うこのようなプロジェクトのそれぞれのパートナーの目指すもの、これは同じなのか、もしくはそれぞれに異なるのか。Almost always, it'll be a mixture of the two. 常にそれは両方の混ざったものであるというふうに思います。What is important is that while respecting the reasons why governments wish such exchanges,We in the cultural sector also need to expand our ambitions even further. ここで重要なのは、もちろん政府がそのような文化交流を求めているその理由を尊重しつつ、我々文化セクターに身を置くものとしてもそのような目指すもの、野心というのを拡大していくことが必要であるということです。And I can only speak from the Welsh side of that dialogue.でその対話に関して私の方がお話しできるのはあくまでもウェールズの側の側面ということになります。There is also inevitably a tension between concepts of prestige. で当然のことながらそのプレスティージという概念に関しての緊張関係と。And concepts of impact. それからインパクトというコンセプトの間には緊張関係があると思います。And I know that here in Japan, as well as in Wales, the arts and humanities are not always valued in perhaps the same way as the sciences are as disciplines. そしてこれは日本でもウェールズでもいわゆる人文系あるいは芸術アートというものは科学と同じだけのこういった学問分野として尊重されていない。そこには違いがあるということがあると思います。Sometimes it's harder to demonstrate the value of an exhibition than of a new medical treatment. なので場合によっては何か医療の面で新しい治療法が見つかったというときに、それと比べて文化的な価値、展示会を開くときにその価値はどれくらいあるのか、これを理解してもらうのが難しいことがあります。So this project, Kizuna, in part was opening up a new frontier for impact research. つまりこの Kizuna 展というのはそのインパクトを与えるという研究において新たなフロンティアを開く位置づけにあったということができます。And I personally feel it's vitally important that we continue to work and develop in this direction.でこの方向に向けてさらなる進展を目指してこれからも活動を続けるということは極めて重要であると私は個人的に思っております。Today I'll want to talk about Kizuna, of course, as the main part of my talk. で本日はもう当然のことながらこの Kizuna 展を中心にお話をいたしますけれども。But I also want to say just a little afterwards about what kind of museum.Kizuna was coming into. ですが最後の方で少しだけこの Kizuna 展が開催された私どもの博物館ミュージアムの機構としてどういう性格を持っているのかもご紹介したいと思います。And the contribution that it made more widely in Wales. そしてそれが広くウェールズ全体に大きな貢献をしたということをご紹介いたします。So, Kroeso, welcome to Kizuna.ということで、絆展にようこそ。
ウェールズ語でもプロセスと書いてありますか。This is a map showing the seven museums that belong to Amgueddfa Cymru National Museum Wales.でこちらこのウェールズの地図が出ております。でここに、私どもウェールズ国立博物館を構成する7つの博物館が出ております。 Kizuna was displayed in National Museum Cardiff. でキズナ展はカーディフの国立博物館、こちら、右下になります。こちらで開催されました。 But I also want to talk briefly about St. Fagan's National Museum of Historyなんですが、サムファガンズという国立歴史博物館の紹介も後で少ししたいと思います。And I will mention probably Big Pit, the coal mining museum. それからその炭鉱のミュージアム、コールマイニングのミュージアム、ビッグピットというものもあります。これも少し後ほどご紹介できればと思っております。Amgueddfa Cymru is the most distributed museum of its kind in the United Kingdom. で、英国の中でも私どもウェールズ国立博物館ネットワークといいますか、群というのは最も大きな博物館グループになります。I should say that Wales was not always part of the political entity called the United Kingdom.この英国というその政治的な単位の中で、ウェールズは常にその中に入っていたわけではないということを一つ申し上げたいと思います。700 years ago, it was about to become very close to being a nation state. 700年ほど前のことになります。ウェールズが独立したその民族国家、国民国家にもう少しでなるところでした。With its own language, Welsh. で、独自のウェールズ語という言語を持った国民国家になるところだった。A Celtic language. それからセルティック語。Which is still spoken today by fluently by about a quarter of the population. ケルト語になりますけれども、これはその国民の4分の1の人たちが今なお流暢に話す言語です。But in the late 13th century, the Norman English invaded Wales. ところが13世紀の後半にいわゆるイギリス人のそのノーマン征服というものがありました。ノルマン征服ですね。So one interpretation of Welsh history is that the Welsh people have never assented to being part of the United Kingdom.つまり、その一つの歴史的な解釈としては、ウェールズ国民自体はその英国の一員となることに合意はしていないのだということです。今なお。Another is that many Welsh people were very happy to be part of the colonial enterprise globally. その一方で、大英帝国というその植民地の中の一員となれるということを歓迎した人たちもいました。These are contested histories. ということで、歴史的な解釈として今なお議論が行われているものになります。Even more so in the age of Brexit. 今、ブレグジットが話題になっております。このブレグジットの時代においても今なおこれはその事実として残っております。One thing that the exhibition exposed is that to be Welsh is to be in part also Japanese.で今回の絆展で一つ明らかになりましたのは、ウェールズ国民であることイコール部分的に日本人でもあるということの認識が生まれたということです。We found the influences of Japanese culture there in history and also there in contemporary Wales as well. つまり日本文化の影響がこれまでの歴史的なウェールズの中においても、そして現代のウェールズにおいてもあるのだということが認識されました。This is a photograph of the Prince of Wales coming for the first time for more than a decade to the museum because he so strongly wished to support the exhibition.
で、こちらの写真ですけれども、チャールズ皇太子になります。何十年ぶりかで、私どもの博物館にお越しいただいた時の写真になります。で、これはこの絆展をチャールズ皇太子自身、非常に強くサポートしたいという意思があった、その表れということになります。With him are Professor Yoshimiki and Dr. Andrew Renton, who were the lead co-curators for the exhibition.で、一緒に写真に写っていますのが、三木先生と、それから今回の絆展の主学術員を務めました、アンドリュー・レントン博士です。You may not be aware, but Wales has its own Prime Minister, its First Minister. ご存じないかもしれませんが、ウェールズには、このウェールズ自治政府首相という人がいます。ファーストミニスターと呼ばれています。Since the late 1990s,We have had our own government. 90年代後半からウェールズには独自の自治政府がございます。Responsible for culture, health, education, policing, and many other domestic policy areas.で、その責任範囲あるいは所管といたしまして、文化、医療、健康、保健、教育、警察、その他いろいろとございます。So, if a diplomat from the British Embassy turns up talking on behalf of Wales, ですので、英国大使館の職員で、ウェールズ政府を代表してということで登場したときには、Please ask them on what authority they do so.どういう権限を持ってそう言えるのだというふうにぜひ問いかけてください。We wish to have our own international voice. つまり我々ウェールズは国際社会に対してウェールズ独自の声を持ちたいという意思を持っております。And I do want to pay tribute to Professor Miki, who I have known since the early 1990s, and whose huge energy and passion for this project.Gave it so many of its best qualities. で、ミッキー先生に心から感謝を申し上げたいと思います。個人的に1990年代初めから私はミッキー先生といろいろとお付き合いをさせていただいておりますが、ミッキー先生のものすごいエネルギー、情熱があったからこそ、今回の展示も非常に質の高いものになったと考えております。But important as well, I believe, are the shared values that, at their best, Wales and Japan have. ですが、それと同時に私自身としてとても大切だなと思っているのは、ウェールズと日本の間に非常に共通する価値観があるという点です。Music is one of them. そのうちの一つが音楽です。And Wales is known as the land of song.でウェールズというのは音楽の場所、音楽の国として知られています。But Wales also, as part of its distinct culture, has a very strong commitment to democracy from the ground up. そしてウェールズはその文化の一環として、その民主性ということ、これ本当に草の根レベルの民主性ということを尊重しております。Our politics are radically different from those of Westminster. すなわち我々のその政治体制というのはウェストミンスターの英国のいわゆる政府のあり方とはかなり違います。There's a strong commitment to human rights. 人権に対して私どもは強くコミットしております。And the principle that every citizen has a right to a decent life.そしてその市民一人一人きちんとしたレベルの生活をする権利を有しているのだと強く信じております。But Wales is also the poorest country in the United Kingdom too. その一方でウェールズというのはその英国を構成するそのネーションといいますか国の中で最も貧しい構成国でもあります。And has limited control over its own economy and social policy.そして経済あるいは社会面での政策に関してどこまで独自の管理ができるのかということでは制約があります。
Castles are one of Wales's most frequent assets. で、ウェールズにはたくさんのお城、キャッスルがございます。で、これは私どもの資産の一つというものです。An extraordinary number of very large ones for such a small country. で、ウェールズ面積は非常に小さいんですけれども、その数は非常に大きい、高いものですし、また規模も大きなキャッスルがたくさんございます。And I'll leave it to Professor Miki to talk more about the exhibition content itself, but the Chirk Castle, which you saw, was also the home for the Chirk Chest from the 17th century. で、今回の絆展の実際の展示品などの詳しい内容については、後ほど三木先生の方からご報告をいただきたいと思います。この一枚前のスライドにお見せしていたのがチャークキャッスル、チャーク城になりますけれども、このチャーク城で有名なのがこのチャークチェスト。と呼ばれる日本製の洋室、この室になります。17世紀のものです。Just one of the many objects which very few of us knew about until the exhibition. で、今回の絆展の準備に入るまで、この存在はあまり知られていませんでした。And evidence of trade over 400 years between Wales and Japan.そしてウェールズと日本の間でこの交易関係が400年にわたって続いていたということを示すこれは一つの証になります。But the exhibition also, of course, looked at exchange of technologies. で、この絆展では技術交流も一つ示しました。And Wales exported a large part of the railway infrastructure.That was established in the 19th century. で、鉄道に関してウェールズの技術が日本で使われております。で、それも今回展示されました。And I understand coal for the war against Russia in the beginning of the 20th century. それから20世紀初めにロシアとの戦争に対してのその。に対抗するものとして石炭などが使われた。And from the 1970s, more and more Japanese companies have established their manufacturing and research and design in Wales. さらに1970年代以降、すなわちより近代においては、日本の企業の多くがその製造拠点、あるいは研究、設計、デザインなどをする拠点をウェールズに置いていらっしゃいます。On the left of this image, you should be able to see Ambassador Koji Tsuruoka. こちらの写真、左側に写っていらっしゃるのが、鶴岡浩二大使です。Who is a hero for many of us in Wales. ウェールズのに住む我々にとっては、まさにヒーローと言える方なんですけれども。Because he has been very honest in public with the British government about the consequences of Brexit.と言いますのも、ブレグジットをしてしまった場合、EU を英国が離脱した場合、どういうことが起こりうるのかということで、非常に率直に英国政府にいろいろと意見をおっしゃっているからです。Many people, myself included, believe that what's happening in Britain at the moment is a struggle between democratic forces and anti-democratic forces.で、私を含めまして、今、英国に住む多くの者が、今起きていることというのは、その民主的な勢力と反民主勢力の間の戦いだと思っております。And it's widely reported in British newspapers that our since shortly ago, Prime Minister Boris Johnson and the campaign to leave Britain have had funding fromfinanciers who will benefit personally from departure from the EU. で、英国の国内の新聞によりますと、ボリス・ジョンソン氏率いる、いわゆるブレグジット推進派は、ブレグジットをすることによって、さまざまな経済的な利益を得ることになる、そういった組織から資金をもらっているのだと報じています。And at the same time, others are arguing thatA majority of the British people voted to leave Europe, and that should be respected.
その一方で、その国民投票では、その多数派が EU 離脱、ブレグジットに票を投じたのだから、その意見は尊重すべきだという意見もあります。Whichever opinion one takes, it's clear that the Japanese embassy places great value on relationships with Wales and Scotland and Northern Ireland, as well as their relationship with England.で、どちらの見方をするにしろ、一つ明らかなのは、中英日本大使館は、ウェールズも、それからスコットランドも、北アイルランドも、イングランドと同様に尊重をして出しているということです。And at the opening of the Kizuna exhibition, he very explicitly said, "We now realize we cannot deal just with London. We have to deal with Cardiff, Edinburgh and Belfast."そして絆の展示会のオープニングのところではっきりと言われたこととして我々はこれからはロンドンとだけ交流をしていればいいというわけではない、カーディフとエジンバラ、それからまたベルファーストとも我々は交流をしなければならないということでした。 As a time when the United Kingdom seems to be at great risk of breaking up、今英国が崩壊の瀬戸際に立たされているという状況です。 This would seem to be a very wise strategy. そんな中で、すべてロンドンだけではなく、それ以外の政府ともしっかりと交流を持つということは賢明な考え方であると思います。 In other words, the Kizuna exhibition could not have appeared at a more politically significant moment than it did. つまり言い換えますと、この絆の展覧会というのは政治的に大変重要な時期に開催されたということです。And was seen by people in Wales, whatever their politics, as being a hugely welcomed statement of Japanese support and respect as one nation to another. そしてまた、ウェールズの人たちはその政治的な立場のいかんにかかわらず、日本がウェールズに対して寄せているそのサポートに関して大いなる歓迎の意を持って迎えられたわけです。 In the exhibition, every effort was made to use different media to show a variety of aspects of historical and contemporary Japan. この展覧会におきましては相当な努力を払い、さまざまな媒体を通して日本の歴史、もしくは現代の日本のさまざまな側面を見せることに注力が払われました。The image that you see there is on screen that was supplied by one of the Japanese-owned companies in Wales. こちらに、載せております写真の中のスクリーンの中に、掲載されているこの画像ですけれども、これはですね、ウェールズに拠点を置く日本の企業の一つが提供してくれたものです。And was an example of the generous support that many Japanese companies based in Wales gave to the project. これはウェールズに拠点を置く多くの日本の企業が相当寛大なサポートをしてくださったということの一つの恒例です。There was a very deliberate effort made to reach children. For example, leaving activity books out in the exhibition, not on chains. A few were stolen, but by and large, you know, 99.9% of visitors respected the trust that was put in them.でそれからまた、あえて子どもたちもしっかりとこの展覧会で巻き込んでいこうという取り組みがなされました。で、多くのアクティビティブックと呼ばれる、こういったものが、展覧会のそこそこに置かれていたんです。しかしこれはですね、何か紐をつけてつないでおくというようなことはしませんでした。でほとんど盗まれるというようなこともありませんでした。 99.9% の来館者が我々が彼らに置いた信頼を尊重したということだと思います。I know of parents, I personally know parents who told me they brought their children from the far ends of Wales to see this exhibition. 私が個人的に知る何人かの親御さんはこのように言いました。
ウェールズのとても遠いところに住んでいるけれども、わざわざこの展覧会を見るたびに子どもたちをここに連れてきましたよと。They were so determined that their children should experience Japanese culture as closely as possible. できる限り近いところで日本の文化を子どもたちが経験すべきだというふうな信念を持っていらした親御さんがたくさんいらっしゃったということです。And I seem to have jumped. There we are. And also we've recently had new Hitachi trains introduced onto the railway link between London and Wales. で最近ロンドンとウェールズをつなぐことになりました鉄道においてヒタチ製のですね車両が使われることになっております。So this was bringing the story up to date.そしてこちらの展示に関しましてはそのストーリーをですね見せるためのものです。 And looking forward to the Rugby World Cup. それからまたこれからのラグビーのワールドカップを楽しみにしましょうというセクションもあります。 Because sport is culture. スポーツこれも文化の一環です。 And equally there were this wonderful selection of Akusan rice bowls, certainly which I'd never seen in this way before.それからこちらのコレクションは白山陶器の平茶碗と呼ばれるものですけれども、こんな形で私は目にしたことはありませんでした。They were one of the unexpected hits of the exhibition. そして我々の期待を大きく裏切って、この展覧会の中でもですね、大変人気のあるコーナーでありました。And we valued the contrast between popular culture and, if you like, some of the finest examples of.Japanese craft and design. つまり、その日本のポピュラーカルチャーと、それから、最も洗練された形の日本のデザインですとか、もしくはこういった工芸品、こういったもののコントラストというものに我々は大きな価値を置いたわけです。And again, people in Wales, greatly valued the respect, shown in sending such treasures to Cardiff.そして日本からこれほど重要なですね、大切なものをカーディフに送ってくださったことに関して、ウェールズの人たちは大きくそのことに価値を置きました。While making them accessible with animations that could be operated by children and other visitors. 子供、それから来館者が自分で動かすことができるようなアニメーションへのアクセスも可能でした。Because people in Wales have a richfolklore of story, myth, ghosts, spirits, and old gods. ウェールズの人たちもですね、いわゆるフォークストーリーというようなものを大変大切にしておりまして、神話ですとか神様ですとか、もしくは、その鬼ですとか、もしくは幽霊というようなもの、こういった民話を重要視しているんです。This was another example of the multidimensionalReach of the exhibition. つまり今回のこの展覧会がどれほど多次元的なリーチを持っていたのかということを示す、これも一つの一例です。From high design to daily popular culture. つまりいわゆるハイデザインと呼ばれる、高尚なデザインのものから、それからより人々の生活に根ざしたポピュラーカルチャーまで全てをカバーいたしました。And from high technology to traditional stories. それからまたハイテクも展示されましたし、それと同時に伝統的なストーリーも展示されました。An essential part of the exhibition was the events and programs for many different audiences that were organized around the event, around the exhibition.そしてこの展覧会において、書くことができなかったとても重要な点として、さまざまなイベントですとかプログラムがこの展覧会周りで、企画されたということです。 So as well as those who visited the exhibition itself, there were many thousands and thousands who participated in the extensive education and events program.
ですのでこの展覧会に来館した人たちだけではなく何千人という人たちがより広範囲な形でさまざまなプログラムですとかイベントに参加してくれたのです。Like these ones, filling the whole of the Great Hall of the Museum. これはこの博物館の中にあるグレートホールと呼ばれる、まあ、大きな大ホールなんですけれどもこのようなイベントを開催いたしました。So I want to pay tribute to the teams, both Japanese and Welsh, who together worked to make this project possible.このプロジェクトを協力して可能にしてくださった日本のチームとウェールズのチームに感謝を申し上げます。These are just some of those responsible for installation. さまざまな展示品の設置などに力を尽くしてくださったスタッフのこの世はほんの一部です。But behind them was perhaps tens or even hundreds of other people whose work contributed to the final outcome.この展覧会としての成果を達成するにあたってこの人たちだけではなく何十人もしくはもしかすれば何百人もの人がですね貢献してくださいました。 I thought I'd just share with you a few of the comments in the visitor's book, during the exhibition. この展覧会の間に来館者がコメントを書き込むことができるこういったノートブックを置いておいたんですけれどもそこで得たコメントをいくつか紹介しておこうと思いました。 And I believe that the legacy which you will see here now, which is just some of the examples of things that came out of the project, is already out of date. A few weeks agowe opened at Big Pit, which I mentioned is our coal mining museum, an exhibition of paintings by a Japanese artist who himself, I understand, had been a coal miner. And that was installed to produce a completely different perspective on the mining museum, and probably the first time that a significant, display from outside Wales had been put in that museum.でそのこういった展覧会を行うことによってさまざまなレガシーが生まれてきたんですけれどもこちらに挙げているのはもう数週間前のものとなっております。と言いますのもその数週間前にすでに先ほど申し上げた石炭博物館ビッグピットの方でですね日本人アーティストによる絵画が展示されております。でこの日本人のアーティストはその彼ご自身が炭鉱夫でいらっしゃったというふうにお聞きしております。でこういったその絵がですねこの石炭博物館において設置されるということでこれはそれまでのこの博物館のイメージをも大きく変えるものでありました。 It was an exhibition that was welcomed not just by the museum but by the whole of the city of Cardiff, as you can see from, the banners hanging from the lampposts.でこの展覧会に関しましても我々の国立博物館だけが歓迎したということではなくウェールズこの国を通して全ての人が歓迎をいたしました。例えばこの街頭のところからバナーが下がっているこの事例に見られますようにです。 One of the ambitions that we had, through this project, like everything we try to do now, is to democratize culture.でこのプロジェクトを通して我々が一つ実現したかったこと、まあ、これは我々が今日においては全てにおいて実現しようとしていることなんですけれども、それは文化の民主化を図るということでした。And to explain what I mean by that, I want to say more about another project that we're doing at the moment at National Museum Wales.でその私が今申し上げた文化の民主化というのをもう少しよく説明するために今ウェールズ国立博物館で進行しているまた別のプロジェクトに少し触れさせていただきたいと思います。 And which we began at St. Fagan's Museum, 3 or 4 miles north of the centre of Cardiff.カーディフの中心部から3マイルから4マイル離れたところにセント・ファガンス国立歴史博物館というのがあります。でその別のプロジェクトというのはこの博物館で起こっているプロジェクトです。 St. Fagan's Museum, which is now the National Museum of History for Wales. このセント・ファガンズ国立博物館というのは今ウェールズにおける国立歴史博物館となっています。
was founded in 1948. 設立は1948年のことでした。The same year as the UN Declaration of Human Rights. で、これは国連の人権宣言がなされた年と同じ年です。And in the United Kingdom, the foundation also of the National Health Service, the Public Health Service. で、そしてまた英国におきましては、この国民健康サービスが開始された年でもあります。And from the beginning, St. Fagans was a distinctively Welsh museum. この設立当初より、セント・ファガンス国立博物館というのはですね、大変ウェールズ的な博物館でありました。On the principles that the life of every person matters. その原則として掲げているのは、すべての人の人生、命が大切であるというものです。And that while institutions have great value, そしてもちろん制度や機関にも重要な価値はあるものの、and huge potential, また大きなポテンシャル、潜在性があるものの、it is their use by people, それは人々に使われてこそ、that determines their impact and effectiveness. その効果やインパクトが決められるのだという考え方です。So it is people, not institutions, who are the carriers of culture. つまり、文化を伝承するのは、それは制度や機関ではなく、人々であるという考え方です。This is just to show how large the St. Fagans Museum site is. It's spread so that if you were to visit every element of it, it would take more than a day to walk around and see properly.まあ、こちらはですね、このセント・ファガンズ博物館がどれだけ大きな敷地を有しているのかということをお見せするためのものです。相当面積に広がっておりまして、ここに立っているものですとか、それらをすべてですね、見て回ろうと思いますと、徒歩で1日かけてもすべてを見切ることができないほどに大きなものです。There isn't time today to describe this huge project of redevelopment over the last few years.この数年間、このサイトにおいて大変大規模な再開発のプロジェクトが進行しています。それらのすべてをご説明する時間は今日はありません。But it's been a huge project involving the creation of a new entrance hall. しかし、これは相当大規模なプロジェクトでありまして、例えば新たなエントランスホールも建築するということも含みます。Three newlarge indoor galleries. それから相当大きなですね、3つの屋内ギャラリーも新たに作ります。Two major archaeological reconstructions. それから2つの大きな考古学サイトの再構築。And also, a new building in the woods devoted to making in different materials.この考古学サイトの復元、それからまたこの森の林の中にある新たなですね、素材を使った新たな建物の建設なども含みます。It has over 50 reconstructed buildings spread across the site. で、敷地内には50ほどの新たにもう一度作り直された建物があります。But my focus here is on the democratic.Element of this project. なんですが、ここで強調したいのは、このプロジェクトは非常に民主的な側面を持っているというところです。Many thousands of volunteers have worked alongside our paid staff. で、我々のスタッフとともに何千ものボランティアが関わっています。And many of these volunteers have come to us through street level charities.で、そのボランティアの方が、その帰属しているのは、いわゆる草の根レベルの団体です。Some of them have recently experienced homelessness. 中には自身ホームレスを経験した人たち。Others have come to us from alcohol charities or drug dependency charities.あるいはアルコール依存症、あるいは麻薬依存症などのための慈善団体などがありますが、そういったところに所属しているボランティアの方もいます。
The traditional museum middle class volunteer is now a minority. で、今までもその博物館にはいわゆるボランティアの人たちはたくさんいるわけですけれども、そういった従来型のボランティアがこのプロジェクトは少数派になっています。These boys you see in the photograph are from a local school, very close to the museum.で今写真に子どもたちが写っています。でこの子たちは地元この博物館に非常に近いところにある学校の子どもたちなんですが、Their behavior was so bad that the headmaster was about to exclude them from the school. ちょっと不貧困といいますか不良だったために校長先生がもうちょっとで退学させようということを考えるような子どもたちだったんですが。When he told the staff at St. Fagans about them, で、St. Fagans の博物館のスタッフがそのことを聞きつけまして、The historic buildings team invited the school to send the children every Friday to work with them. で、この歴史的な建造物を復元しよう、もう一度作り直そうということをやっていたチームの方が、毎週金曜日の午後この子たちに来てもらって手伝わせてはどうかということを提案をした。The boys who behaved so badly in class behaved very well at St. Fagans. で、教室の中ではその授業中は非常に行儀の悪かったこの子どもたち。この金曜日の午後、かつこのここでは非常に行儀良かったと。Many of them lack a consistent male presence in their lives.でこの子たちの多くはその父親像になるようなそういった常に近くにきちんとロールモデルになるような男性がいないという子どもたちが多くいました。The buildings team every Friday provided that. でその役割をこの建築チームの男性スタッフが果たしたと。So was the project a success? でプロジェクトは成功したか ？Yes and no.答えはイエスであり、ノーであり。When the other children in the class heard about what they were doing at St. Fagans, というのも、この同じクラスメートが、この子たちが金曜の午後何をしているのかということを聞きまして、They all started misbehaving. 自分たちもぜひそっちに行きたいということで、お行儀悪くなったということなんです。So we had to do a much bigger project for the children. ということで、これではいかんということで、もうちょっと大掛かりなプロジェクトに作り変えました。So that the children who behaved well got rewarded as well as those who didn't. つまり、お行儀のいい生徒もお行儀の悪い生徒もこれに関われるようにしたということです。But for me, this raises a very important question. で、私これを見まして、とても重要なことに気がつきました。What is it about formal education in schools in Wales? いわゆるウェールズでのその学校教育のあり方についての疑問です。That works so badly. つまり、なぜそれがうまくいかないのか。And about practical learning. それからいわゆる実践学習ということ。That works so well for some children anyway.まあ、子どもたちによって異なりますけれども、学校教育はなぜうまくいかなくて、なぜこういう実践学習はうまくいくのかという疑問です。This photograph was taken a few years ago. この写真自体は数年前に撮影されたものなんですが、And the children have kept their connection with the museum since then. でもそれ以来ずっとこの子どもたちは博物館とのつながりを維持しています。Museums can provide an alternative universe for learning. つまり博物館というのは、ミュージアムというのは、学習のまた別の世界を提供することができるということです。We work with 100,000 school children each year at St. Fagans. で、毎年このセント・ファガンズでは何十万人もの子どもたち、あるいは何百、何万、何千という子どもたちを対象に活動をしておりますが。And we work with 120 charities. そして、一緒に協力をしている慈善団体120あります。So this is core to the work of the museum. It's not an addition to it.
つまりこのプロジェクト、あるいはこの種のプロジェクトというのは、このセントパガンズの博物館にとって、その追加的にやるその傍流のものではなくて、まさにコアとなっているものであるということです。 So this is just an image of just some of the volunteers, a few, perhaps 50 or so of the many thousands over the last few years.で、ボランティアの方もこの数年の間に何千人規模になっております。そのうちのごく一部、まあ、50人程度でしょうかの写真がこちらになります。 I would argue there can be no cultural democracy without cultural participation. 文化の参加なしに文化の民主化はありえないと私は思っています。 And that we all need the chance to use our hands as well as our heads and our heartsすなわち一人一人自分の心、頭、それから手を使うという機会を提供されるべきだと思っています。This is an image of the making building workshop. Gweithdi in Welsh is workshop, which combines a gallery and a large making space. で、これ、Gweithdi と書いてありますが、これはウェールズ語でワークショップの意味なんですけれども、制作活動ができる、これはギャラリーとワークショップ、作業場を兼ねた建物になります。We're saying that making is as important in the 21st century as it ever was, and that as humans we need this if we're to be healthy.で、制作活動、メイキングとものづくりというのは21世紀においてもとても大切なものだというふうに考えております。その健全性あるいは健康を保つために人間にとってこれは欠かせない活動だと考えます。This is an image of a reconstruction of a Welsh prince's great hall.でこれはウェールズのプリンスコートの復元したものになります。失礼、復元ではなくて複製です。失礼。At about the time that the Norman English invaded Wales and, as far as they could, destroyed the Welsh castles and the Welsh halls. で、これは複製と申しましたが、ちょうどノルマンコンクエスト、その征服があった頃、イギリス人による征服があった頃のもの。で、イギリス人はその征服の一環として、お城、あるいはその他の建築物をできるだけ破壊する、徹底的に破壊するということをいたしました。We should not idealize the Welsh princes. で、もちろんウェールズプリンスというものを理想化してはならないと思います。But as one of my Welsh-speaking colleagues said, forgive my language, they were bastards. They were bad people. But at least they were our bad people. いわゆるウェールズ人のプリンスということなんですが、この人たちもとんでもないことをやったんだけども、少なくとも外から入ってきたのではなくて、ウェールズ人の大バカ野郎だというふうに私の同僚は呼んでおります。Yeah. They were murderous bastards. They are murderous bastards.で、人殺しをしたりというとんでもない輩なんだけれども、まあ、ウェールズ人ではあると。Now, were the Norman English another culture? How well are we succeeding in building relationships between English cultures and Welsh cultures today? Complex one.で、まあ、ノルマンコンクエストがあったということで、そのイギリス人とそれからウェールズ人、まあ、文化なども違うんですけれども、今現在いわゆる文化交流ということで何をしているのかということを少し紹介したいと思います。 And who in any case are the modern Welsh? They include a refugee like this man on the right hand side.で、そもそも今の社会の中でウェールズ人といったときにどういった人が含まれるかといえば、この写真の右側に写っているように、他の国からの難民も入っています。As in many other countries, in Wales there are people who are hostile to refugees.で、これは他の国もそうでしょうが、ウェールズでも他の国からやってきた難民に対して、この人たちを敵対視する人がウェールズの中にもいます。So whose cultures from overseas do we value and whose cultures do we not? 海外から来た人たちの誰の文化は尊重し、誰の文化は敵対視するか。Our staff worked with the refugee
organizations. で、博物館のスタッフが難民支援組織と協力をいたしまして。And asked them, asked the refugees with them, what they would want to do if they had a gallery or two galleries to use.難民から構成されるグループですけれども、この人たちと協力をして、その難民である人たちにもしギャラリーを一つ二つ使ってもいいと言われたならば、何を見せたいですかということを聞きました。And they said, we want to do two things. と答え二つあるんだと。To tell our stories. 一つは我々のストーリーを伝えたい。And to show you how we live in Wales.それからもう一つは、ウェールズにおける自分たちの生活ぶりを見せたいということでした。In particular, they recreated a typical bedroom, a typical kitchen, and a typical living room of the kind they would be living in themselves. ということで、ウェールズで自分たちが住んでいる家の典型的なベッドルーム、リビングルーム、キッチンなどを再現するということをしました。It included a black plastic bag in which one of them kept their clothes. で、そこで展示されているものの中には、その難民が洋服を入れるのに使っている黒い、いわゆるゴミ袋ですね。これも入っていました。But equally, it also showed perhaps good furniture as well. と同時に、かなり立派な良さそうな家具も展示されました。And some of the refugees then wanted to stay in the...in the galleries throughout the time they were open to talk to visitors and answer questions they had. で、難民の中にはこの展示が行われている開館時間中、そこに自分もいて、来館者の質問に答えたり、あるいは自分から何か話、ストーリーをきちんと伝えるということをしたいという希望を持っている人もいました。So, if you like one example of a move towards cultural democracy.で、これもですから、その文化の民主化の一つということができるかと思います。This is a project called Who Decides. The people standing there are mostly people who have been homeless recently in Cardiff. で、これはまた別の展示になります。Who Decides? 誰が決めるのかという、これは、ものだったんですけれども、左側の写真、いろんな人がたくさん写っていますけれども、その多くがつい最近までホームレスの状態にある人たちでした。And working with a curator and an educator from the museum in the art galleries. で、この博物館のアートギャラリーの学芸員、それからその教育プログラムの職員などと協力をしまして、They curated.And interpreted their own exhibition on contemporary art. 現代文化に関してのキュレーションとそれからその解釈にこの元ホームレスの人たちも直接的に関わるということをしました。The role of the staff was to advise and support, not to lead.で、スタッフ側の役割というのは、自分たちがリーダーシップを取るということではなくて、あくまでも後ろからサポートするという役割にしました。And the title of the exhibition was chosen by the homeless people themselves. で、この Who Decides というタイトル自体、元ホームレスの人たちが選んだものです。It was a challenge to us as a museum. つまり、ミュージアム側に対しての一つの問いかけだったわけです。I hope you can see many parallels between the work we're doing across our different museums. で、私どものミュージアムでいろいろとやっている活動の間には、共通したものがあるということがお分かりいただけるかと思います。And the Kizuna exhibition.そしてそれと今回の絆展の間に共通点があるということもお気づきになるかと思います。Kizuna was part of our work to try to democratize ourselves professionally and as a service to the public. で、この絆展というのは私ども博物館側の民主化ということの努力の一環として行ったものです。で、これはその博物館がそのプロフェッショナル、クロートとしてやったもの、プラス、いわゆる公益、社会に貢献をするという一環として、
追求をしているものです。I said earlier that I feel that democracy is under threat across the world from autocracy.で先ほど少し申し上げましたけれども、今世界的に権威主義的なものの前に、民主制度というものが脅威にさらされていると思っています。Can museums stand back and say that this is nothing to do with us? で博物館はそこから全く離れて自分たちは関係ないという顔をすることができるでしょうか? And that's true of many things. Climate change, poverty, ill health,In the population. で、これは多くのその他の世界的なテーマに関して言えることだと思います。その地球温暖化、気候変動ですとか、あるいは貧困問題、その他、あるいはその医療が悪化していることなど。But also intolerance and lack of understanding of other cultures. また、その不寛容、あるいは他の文化に関しての理解不足もそうでしょう。As Britain becomes more inward-looking, Wales must be more outward-looking. 英国がより内向きになる中、ウェールズはより外向きになる必要があります。We need kizuna. そこには絆が必要です。Thank you very much, Diocan. ミッキーでございます。しばらく付き合いを願います。アンダーソンさんのお話に続いて、絆の展覧会ができるまでの、道のりをどうしてこの展覧会をしたのか、どのようにしてそれを進めたのかというところの、触りを少しお話をしたいと思います。お付き合いいただければ幸いです。イギリス国内にはおよそ150を超える日本コレクションがございます。その特徴は、まずほとんどのものが一般公開されているということです。その中には、わずか数点の新日本資料だけのコレクションもございます。しかしそれもやはり一般公開されている限り、やはり日本コレクションとして扱うことができます。で、その多くが一般に公開されているということ。これが大きな点です。私どもにとりまして。で、この10年ほど前に、私、平川紀行長から、また来島館長、歴博の来島館長から、このプロジェクトに参加しないかというお誘いを受けたときに大変、興奮しました。それは私ずっと、自分のキャリアのほとんどをアメリカの美術館、博物館で過ごし、海外で日本を展示するということに関わってきました。その中でも、イギリスは大変勉強になるところで、アンダーソンさんのところへも、随分若い時から伺いましたし、行くたびに、特にロンドン周辺にある大きな美術館、博物館、大博物館や、ビクトリア&アルバートミュージアムや、オックスフォードやケンブリッジなどの美術館で日本資料を見、それを、調査するとか、自分なりに展示を見ていくことからいろんなことを学びました。で、やはりその時には、それがもう全てで一生懸命そこで学んで自分の仕事に役立たせるということを考えていたわけです。でも、このプロジェクトにが始まるその少し前に、一つのきっかけがありまして、それは、日本の国際交流基金のロンドンにあるオフィスが催した会議があって、そこにイギリスの地方の博物館、美術館で日本コレクションを担当する学園さんが集まって10人ほどで議論をした、その記録があるんですね。これ一般にも公開されています。その中で多くの学芸員さんが言われたのが、日本資料についての情報があまりにも少ないということ。それを、それゆえに展示するのに苦労しているということ。どうしてかと言いますと、イギリスには、今、日本を専門にされる学芸員さんの数がとても少ない。それがまだ数も減っている。そういう中で、この十数人の集まった学芸員さんは皆さん、自分の専門は日本ではないんだけれど、それぞれの博物館、美術館で日本コレクションがあるので、それを一緒に担当していると。つまり、専門ではないけれども、それが担当しているのでという立場なんですね。それがもうほとんどです。イギリス中のほとんどの博物館、美術館がそうです。大手の大きな美術館、博物館以外はおそらくそうだと思います。そういう中で、自分の専門でないものを展示するというのは非常に勇気がいります。私もそう思います。その中で、彼らが困っていること、それを聞いて、
今もそれまでの自分たちの、自分です、私自身ですけれども、そこへ行って日本資料について調べて、自分の成果としてそれを持ち帰り、それをまあ研究や展示に生かすけれども、結局現地に還元してこなかったっていうことが、この、議事録の中でよく分かったんです。私たちはそこで学ぶけども何も還元してこない。まあ、ある程度はしてますけども、それでもやはり多くのことは還元できなかった。で、このプロジェクトのお誘いを受けたときに、あ、これはその機会になると思いました。現地で、現地の方が求める資料、情報を提供することで、現地の日本資料を活用する道を開くと。それがこの展覧会、このプロジェクトの大きな目的でした。最初に申し上げたように100以上あるコレクションのその多くは地方にあります。それも博物館、美術館よりもお城や富豪、貴族の邸宅にあります。で、それらのコレクションもやはり一般公開されているというのが現在の状況です。その多くが一般公開されているけれども、それぞれの資料というものはなかなか情報が、資料の情報がなかなかそこについていない。で、お城をずっと私もウェールズの中を3年ほどかけて車で走り、お城、邸宅を回って日本資料を見られる限りのものを調査してまいりました。そのために何度も車でウェールズの中を走り回り、見てくる中でそれぞれの展示をしているところでお客様と一緒に見るっていう機会があり、その彼らが会話している中からいろんなことを学びました。彼らが何を知りたいと思っているか、何をもっと日本について知りたいか、資料について知りたいかということをずっと頭の中にこう重ねていくっていう作業を続けたわけです。それをもう一度今整理しますと、日本、イギリスには150を超える日本のコレクションがある。それは博物館だけでなくて、お城や邸宅など、多くの、それこそ小さな町にも日本が展示されていることが多くのところで実際行われているということ。でもその資料は、の多くは20世紀前半、特に19世紀から20世紀にかけて行われた万国博覧会の影響で日本ブームの中で多くの資料が集められたこと、それ以前のオランダやイギリスの東インド会社の攻撃によって日本から海外へ出たもの、そういったものが中心で、特に戦後20世紀に入ってからは多くのそれほど新しいコレクションはない。つまり、かなり前に集められたコレクションが今も展示されている。長く展示されているんだけれども、展示について、そして資料についての情報の更新がされていない。そういった問題を抱えています。日本の資料は実に多くの場所で、イギリスの中で一般に公開されています。地元の人々はそれを普段から家族で見て育ち、何かは分からないけども自分の町の宝として愛されてきたということがそれぞれの地を訪ねて分かります。それを実感しました。ところが日本を専門にする学芸員の数は少なく、現地の人もそれが何であるかということはよく分からない。美しいものではあったことは分かる。それが自分の町にあることも誇りであるけれども、それについてよく知っているわけではない。つまり現代の利用者が知りたいことに我々は答えていないということがよくわかります。展示更新が、されず、その展示の魅力が失われる、または存在すら忘れられてしまう、そういった場所がいくつもいくつもあります。で、イギリスの場合、その町での博物館のコレクションの認知度が下がれば、それは即その存続の、つまり散逸の危機と背中合わせになります。これは、やはりイギリスはロンドンという街が一極集中で大きな富を重ねていますが、それに対して地方は、なかなかそれに拮抗するだけの経済力を持てない。で、多くのイギリスの美術館、博物館は公立ですので、税収が減れば当然その予算、町の予算が減り、そうすると文化予算や博物館の予算や人員の削減といったことが容易に起こります。そうすると、
必要でないと思われるコレクションをオークションに出して売り出すと、日本ではなかなかちょっと考えられないんですけども、そういう現実が毎年のようにいくつも起こります。その中で認知度がない人、市民に認知をされていないコレクションは散逸の危機に直面すると、そういったことが実際に目の前で何度も見てまいりました。つまりその資料コレクションを現地で活用する術というものを見つけないと、その町で日本コレクションの認知度が減っていくということです。そこでこのプロジェクトでは一つ大事にしたことがいくつかあるんですけれども、まず我々が提供する日本資料について、現地の日本コレクションへの情報の提供というのは、その所有者や来館者、利用者が知りたいことに応えると、それをまず第一にすると。もちろん基本的な情報はそうですけれども、それ以上にその現地の方が何を知りたいか、何を学びたいかということを対話の中で探し求めていくということに多くの時間を費やしました。これはその例えばお城や邸宅で日本の資料が置いてあるところって本当にその今を再現してあるところなんですね。そこにお客様が入ってくる目の前で私は資料の調査をします。それをこう測ったり裏を見たりとかということをもう目の前でやる。そうするとやはり皆さんお客様は気になって何をしてるんだろうってこうお話を話しかけてくださるんですね。そこから会話が広がってその資料についてお話をしたり質問に答えたり、そういったことを各地で繰り返してきました。その中で現地の方が日本について何を知りたいのか、何を知ってるのか、そういったことをずっと集めていきます。それが私たちができる情報、提供する情報となって現地に渡ると。ただ私どもはいつも何日か行って帰ってしまいます。その後は現地の職員やスタッフや学園さんや現場にいらっしゃる展示解説をする方たちのに任されてしまうわけです。ですから常に新しい情報を提供する場合、また今の展示を更新したいという時は自分たちで提案する、私どもが提案するだけじゃなくて一緒に考える、一緒に改善の方法を考えるということを繰り返します。それすることで現地のスタッフにその情報が伝わり、彼らが責任を持ってそれを進めるっていう方向へ向かえるわけです。その中にはボランティアさん、特に解説をするボランティアさんと対話をしたり、ということを何度も繰り返していきます。大人数に一度にお話しするよりも少人数のグループでお話しする方が効果的ですので、そうすると何回もその数が増えていきますが、それを重ねる中で私自身も日本の資料について、日本についてどういったことを皆さんが知りたいかってことが分かってきます。その情報を現場へお届けする、それをもとに展示を考えるっていうことをやってまいりました。それらはそのお客様、展示だけを通してだけでなくて、スタッフと話をすることで現地の人たちにもその問題意識を持ってもらう、そして日本についての知識を増やしてもらうということで、日本コレクションへの認知度を上げるだけじゃなくて、現地のスタッフや来館者の方にもその現地の日本コレクションへの認知度を上げていくということができるようになります。このような形を作るのに最初の3年間ウェールズでいろんなところで日本資料を調査し、現地の方とお話をし、やってまいりました。そこから次に進めたのが、つまり一つの点、まあ、一つ一つの館やお城をよりこう広域に、拠点化していくと、点から面への展開ということを次に広げました。各地に、まあ、各地と言いましても限界がございますが、いくつかの拠点となる博物館と研究協力の提携を結び、そこを拠点にして展開していくと。定期的にそこに通うことで、より多くの人の輪を作っていく、ネットワークを広げていくということなんです。中地方で中心となる博物館、これは例えばウェールズのあればウェールズ国立博物館、スコットランドでは現在ケルビングローブという美術館、美術博物館を拠点にしております。
で、イングランドではダラム大学の東洋美術館が拠点になり、その地域全体、その地域にある、それ他の日本コレクションを持つ学園さんとの交流をその拠点を通して行くたびに続けてきました。博物館とはそのように拠点を作って進めますけれども、お城や貴族の邸宅等については、いくつか財団があり、まあ、そのうちの一つのナショナルトラストという財団を通して、財団が運営をしている一般公開しているお城をどこでも私どもは調査できるという状況を作りました。そしてそこでも同じようにスタッフやそれからお客様と直接お話していく。そこから日本について何を知りたいか、何を学びたいかと思っていらっしゃるかということを聞き出していく。これが対話型というものですけれども、その実際日本コレクションを持つところだけでなくて、その地域の大学、ウェールズの場合はウェールズの政府、それから日本文化を紹介するのに助成をしてくださる文化財団、大使館、それからイギリス各地にございます日系企業の現地にいらっしゃる人々、そういう人たちとの対話も続けていきます。日本資料の調査だけでなくて、それに関わる人たちが何を求めていらっしゃるかということを探していくと、その作業に多くの時間を費やしていきました。そしてそれを展示室や教育プログラムの中で、またスタッフを日本についてのことを対応するためのトレーニングをする、そういった中で重ねていきます。で、その活動自体が現地での日本コレクションの認知度を上げていく一つの活動です。認知度を上げていくためにも、ぜひ何度でも人たちとお話をするということをやっていくわけです。で、こういった作業を拠点ごとに毎回年に何度かそこを訪ね、繰り返し、進めていくと。よって人の輪ができ、だんだんと日本コレクションの認知度が上がっていくと。そういう、こう、パターンですね。それを、こう、何年か繰り返してまいりました。そういう、日常的にやる活動と同時に、その中で、より長期の目標というのを挙げていきます。一つが、日本特別展という絆というようなタイプの大きな、まあ、かなり大掛かりな特別展を開くことで、一気に認知度を上げていくということ。もう一つは、常設展示室の中にそれまでなかった日本展示を作るということ。それによって、いつでもその間に来られた方が、日本の資料や日本について学ぶ機会、知る機会ができる。それを創出する。ということですね。で、こういったことはただ単にこう提案しただけで実現することではなくて、やはり何度もそこへ通い、その人たちとその感が持つ日本コレクションの重要さということを理解していただくということを積み重ねた上で、相手からぜひそうしたいということが出てくる。そういう場を、まあ、その瞬間を待つわけです。同時に、日本資料を使った教育プログラムというものを充実させていくことで、私たちが行った時以外行かない時でも、プログラムが進行していく。いつでも日本に関しての何かプログラムができる環境を作っていく。そのための仕掛けをしたり、その担当者の人をトレーニングすると。そういったことを進めてまいります。で、絆展で、まあ、一つの大きな特徴は、半数がその地元のウェールズにある日本コレクションを展示したわけです。そして残りは日本の東博や歴博、それから陶金美など、日本の文化庁を中心にして、国立博物館の資料を同時に持って行って展示をするということになりましたけれども、まず一つ一番大事だったのは、ウェールズ上もあって日本資料を調査し、現地の方、お客様やスタッフとお話しする中で、いかに皆さんが長いことこの日本資料のことを大事に守ってこられて、そこで皆さんに愛されていたかってことが分かってきましたので、それを一堂にウェールズの中心の国立博物館に展示をすることで、皆さんがこんなに大事に守ってきてくださった日本資料がこんなにあるんですよってことを目の前で見ていただくことで誇りに思ってもらう。これがとても大事。これがまずこのウェールズの場合は特別展を企画したその動機として非常に大きなものでした。
皆さんに自分たちが守ってくださった日本コレクションを見ていただくと、それを誇りに思っていただくということ、まあ、これも認知度を上げる大きな力となるものです。それと同時に、現地の人が知りたい日本、今の日本、やはりその古いもの、歴史だけを顧みるだけでなくて、そこを見れば当然、じゃあ今の日本はどうなっているの？今の日本はどういう文化があるの？美術があるの？っていうことが当然お客様は知りたいわけです。それに応えることを展覧会の中でできる、そういう工夫をする。そのために日本からも資料を合わせて持ち込むという、2つのこう事業になりますけれども、それをつなげていくと。で、資料だけではなくて、その中に現地と日本を結ぶ何か心に響くいい物語、いい事実ですね、そういったものがいくつもあるってことを皆さんに知ってもらうために発掘する、つまり資料の調査だけじゃなくて人に会い、その現地の歴史を知り、現地と日本とのつながりを探す、こういったことにも多くの時間をかけます。その中からいくつものいいストーリーが出てきて、そう、あ、こんなにその日本とウェールズは人の間でつながっていたのか、こんなにいろんな人がウェールズから日本に100年も前に行っていたのか、日本からこんな人が来てこういうことをしたんだっていうこと、そういったことを一つ一つ本当の真、まあ事実、まあ、ストーリーですね、それを展示の中に散りばめていくことで、物と人の両面から2つの国の交流っていうものを考える機会を作るということです。その中には、先ほどアンダーソン館長が言われた文化の民主化っていう、これは私もウェールズにずっと通い拠点にしてきた中で、アンダーソンさんや現地の学園さん、スタッフの活動を通して学んだことですけれども、博物館は全ての人のためにある、全ての人が学ぶ機会を得られる場所だと、その狙いがはっきり分かりますので、展覧会も全ての年齢の人が見に来られる、親が子供に見せたい展覧会、お友達を連れてきたい展覧会、そのためにはどういう要素がその展示の中に含まれるべきかということは、を考えていきます。そういう意味でちょうど先ほどアンダーソン館長がお話しくださった文化の民主化っていうのは、この中で対話の中からやはり私どもが学んで、この展覧会のを推進していく中で忘れてはいけないことというふうに考えてきました。もう一つは、日高さんもアンダーソン館長も言われましたけれども、ロンドンの大きな、よくご存知な大博物館やビクトリア・アンド・アルバート・ミュージアムなど、大手の博物館は専門の日本の専門家もおり、予算もある程度あり、定期的に日本に関する展覧会ができます。しかしその地方に、その100以上ある日本コレクション各地にある中で、地方の博物館というのは今までなかなか日本の展示ができるっていうふうに思っていらっしゃらなかったわけです。しかし私どもは今回、絆展をウェールズで開くということで、地方の博物館でも日本の企業、日本の、機関、つまり、まあ、今回の場合機構でございますけれども、機構歴博とつながり、連携し、そして展示内容を工夫することで、良質の日本特別展がロンドンでなくてもできるということの、その前例を作るということも大きな目標でした。それがまあ皆様の協力を得て、ある程度の形になったことで、昨年の展覧会が終わってからいくつもの声がかかりました。うちの、私たちの博物館でも日本展ができるんじゃないかと。で、現在今スコットランドではグラスゴー、イングランドではダーラム大学の美術館というふうにして、来年から次の何年かかけて日本特別展をやりたいと、その声にお答えしたいと思っていますが、まあ、これからですけれども、一つ絆展がもたらした、まあ、レガシーというものの一つは、地方でも日本特別展はできるんだということを多くの方に知っていただけたということです。先ほどその、心に響く物語ということを申し上げ、その例をいくつか、お話したいんですけども、ウェールズの国立博物館の収蔵庫に入って、最初に目についたのが、100年ぐらい前の木箱、日本から船便でやっている木箱です。で、その木箱の、送り主を見ると、バーナード・リーチと書いてありました。皆さんおそらくご存知だと思いますが、バーナード・リーチさんが日本で陶芸を学んでいた頃、その頃にウェールズの国立博物館が開館したんですね。その
開館した時の、最初の初代の館長がリーチさんのおじさんだったと。で、おじさんに向かって彼は日本から手紙を書いてるんです。おじさん、あなたの国立博物館で日本を展示しませんかと。そして彼は自分で展、まあ、学芸みたいですね、展示の棚の図面まで書いて、そしてこの日本の茶道具を紹介したいと、お茶の文化を紹介した、そしてその茶道具一式を、ウェールズで送ってるんですね。その木箱も残っていた。これはとっても私と衝撃的で、これはもう絶対この展覧会の一つの鍵になると思いました。で、この写真出てくるものも、つまりリーチさんのおじさんに宛てた手紙と展示の提案、そして実際に送った茶道具、それからパネルにすぐできるように写真まで全部用意して送られてるんです。で、このままそれを展示にその通り使っていたと思いますけれども、で、今回の絆展でもここにあるんですけれども、それをそのまま展示し、これですね。そして今回風呂が壊れていたのが分かったので、これは日本で新しく作っていただいて、新しい資料、日本の資料として館でコレクションに入れていただいたんですけども、それを入れた上で、ここでそのお話をしていると。これがその日本語とウェールズ語と英語、反対かな、三角語で作ったパネルです。やはり最初私どもは英語と日本語だけでパネルを作ろうとしたんですけども、やはりウェールズ語をぜひ使いたいということで、そうするとパネルの大きさがどんどん大きくなってきまして、それでスペースが大きくなり、展示会場も大きくせざるを得ない、それぐらいのインパクトがありましたが、後でお客様からウェールズ語、自分の国の言葉で日本のことを学べたっていうのがとても嬉しかったということを、何人の方から言っていただいたので、やはりそれは、やってよかったなと。それがまさにその現地のニーズを体現して、そこで展示を作っていくっていうことの一つだと思います。アンダーゾーさんも ウェールズの 鉄鋼の話をしましたが、版画を紹介する中でどういったテーマでということを考えましたときに、まず調べてすぐに分かったのは、一番初期の日本の横浜東京を結んだ鉄道、あの時代ですね、一番初期に輸入された鉄道のレールはウェールズからだったんですね。で、ブラナボンっていうところとダルレイズっていう二つの鉄鋼所、もう今はありませんけれども、そこの、レールが一番初期に、日本の鉄道に使われた。つまり、それだけそのウェールズと日本が直接につながっていたところの証明で、ウェールズの方が誇りに思ってくださる歴史の一つです。で、今その古いレールはそのまま、例えば名古屋の周囲の、フェンスに使われていたりして、今も、未だに使われている。皆さんも実は、駅に行ってプラットフォームの屋根を見ると、そこにそういう古いレールが今も使われていまして、結構いろんな国のレールが未だに使われています。先ほど、アンダーソンさんも紹介されましたけれども、チャーク城の洋室、これも、お城の中の回廊に暗いところにポツンと置いてあって、それを見たときに私も最初はまずおそらくと思いましたけども、日高先生の力を借りて、そのこれが何であるかってことを調べた上で、実はその17世紀にすでにこのウェールズに入っていたお城にいて、お城から一度も出ていなかったようなものなんですね。それを今回の展覧会で、つまり400年ぶりにお城を出て、国立博物館に展示されたと。今はお城に、このお城へ戻されたこの洋室はもうスター扱いです。はい、特別の段が作られて今は展示されています。それがやはり認知度、日本コレクションの認知度に高のに広がったつながったという、まあ、事例ではあります。もう時間でございますので、これ以上長くは話しませんけれども、我々はその展覧会をするだけでなくて、展覧会が始まる前から私たちが来ていただきたいお客様の方に出向いていって、一回お話をするってこともたくさんしました。学校もあり、企業、特に日系企業というのが50社以上あり、
現地のウェールズの方が5000人以上日本の企業で働いていらっしゃいます。そういう方に見ていただきたいということで、企業を回り工場を回りお話をして、ぜひ見に来てほしいです。ご家族を連れて見に来て、自分が一緒に仕事をする日本というのはこういう文化があるところだということを家族に知ってもらう、そういったことをする。つまり博物館展覧会が始まる前に多くのところへ行って、そこでお話をして、その方たちに来ていただける努力をしました。学校、それからそのためには私どもだけではできないので、日系の文化財団、国際交流基金や日本協会や日系企業の方、現地の日本人学校の方たちにボランティアとして一緒になって学校訪問、企業訪問しました。そういった活動全てを含めて、平川先生が言ってくださった30万人の街で6万人の人が見に来るという展覧会になりました。それは、まさに博物館の展示は全ての人のためにあるという、ウェールズ国立博物館の考え方と一緒にこの展覧会の開発をした、その成果だと思っています。時間は過ぎたんですよね。あ、そうですね、はい。後でまたディスカッションの時にもし続きが何かお話できることがあれば続けてまいりますが、まずはその展覧会を作るまでの道のりについて少しお話をさせていただきます。ありがとうございました。学習院大学の荒川でございます。素晴らしい経営を今最後に拝見して感動いたしました。私の方はどっちかというと民間でやってる方なんでありますが、日高先生とは15年ほど前からシノアズリーの科研の調査であるとか、日高プロジェクトのこういう海外の在外の調査に参加させていただきまして、外国のコレクションをたくさん見ていく機会をいただきました。で、私は焼き物の話なんでありますが、焼き物は17世紀の中期から18世紀の前半というのは、貿易品として相当オランダが海外に持ってきました。大航海時代、焼き物は腐りませんから船でどんどんバラストの代わり、重りの代わりにもなりましたんで行きまして、相当これは外国に残っております。しかしながらまだまだ調査の行き届いてないところもあります。今日はとにかくいろんな写真を持ってまいりまして、焼き物はどんなふうに海外では飾っているのか、あるいはどんなふうに見られてきたのか、あるいは日本にどういう影響を与えてきたのか、そういう話をですね、どんどんしていこうと。とにかく写真をたくさん持ってきてしまいましたので、どんどん行っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずはこの、アウグスト卿でありますけども、18世紀、相当な量が日本の古伊万里がですね、ヨーロッパに運ばれましたけども、その一つのエネルギーの源みたいなが、このザクセンのアウグスト卿でありますが、この人が東洋当時に大変熱心にですね、収集されたことによって、かなりですね、ヨーロッパの一つの核となってここにコレクションが集まりました。彼はですね、この日本宮を作ろうということで、そこに飾るためのですね、東洋陶磁をたくさん収集していきました。残念ながらこれは自分、その息子が継ぐことなく、この王宮がそのコレクションを飾るスペースにはならなかったんですけども、いまだにこの建物だけは残っておりまして、中は民族資料館か何かになっていたと思います。で、こういうシンメトリーの美しいですね、設計図ができておりまして、大きな立派な鏡のある鏡の間、そしてマントルピースの上にもですね、こういうシンメトリーに焼き物が並ぶという形であります。で、これが、中身だけはですね、今、このドレスのツインガー宮殿に置かれておりまして、ただいま、オランダ、ドイツ、イギリス、中国、日本というチームで、ここに数万点のですね、コレクションの調査を、しっかり調査を今やっているところで、私もその一つの一人のメンバーになっております。こんな形で今ここは博物館になっておりますけれども、王子を忍ぶような形の壁にこう焼き物を飾っていったりっていうふうな、昔ながらの展示方法になっております。こちら日本の古伊万里の人工壺がこんな形でシンメトリーに美しく飾られておりまして、日本の美術館などでの展示とはちょっと違う光景が見られます。こちらも色絵の瓶類ですね。
そしてこちら染付の人工壺の大きいものがあります。大体高さが 70センチ、少し形が違いが見えるときもですけれども、大体17世紀の後半から18世紀の前半にかけてのものがありまして、日本ではなかなかこういうタイプのものは伝世品なんでありますけれども、ここに年代の変遷なども見えるような貴重な資料になっております。そしてこういうふうなケースの中にはですね、花瓶が何種類か古伊万里のものがありますけれども、飾り方としては非常にクラシックといいますか、昔のそのブンターカマーとかクンストカマーと言われているような時代の寮で見せるやり方ですね。それが今こういうものを一つ一つもう一回写真撮り直し、スケールを取り、そしてそこにあるナンバーなどもチェックしながら調査を進めております。次にこのドイツのベルリン、シャロッテンベルン宮殿です。これは残念ながら空襲で大きく崩れてしまったんですけども、こういう設計図が残っておりまして、これを元にして復元されております。こんな形なんですね。こういう中には、パッと見ても分かりませんけど、中国のものがかなり多数ありますけど、そこの中に日本のものがこう含まれていると。で、まあ、今までこれも篠あずりっていうふうに言われてきたんです。その中にまあ日本のものが確実にあるわけでして、その18世紀の篠あずりの中に、ジャポニズムは実はもう邦画が始まってるっていうところを、その日高先生の研究プロジェクトでやっているわけです。ドイツはいろんなこういう大き素晴らしいコレクションがあってですね、日本では300年前にはもう建物は残ってるとしても中身は残ってないですから、こういうそのままですね、300年前の建物と物が残ってるというのは大変ありがたい状態であります。次、このブンターカンマーから万国博覧会ということがありますが、この当時、まあ、16世紀の頃から、まあ、これ17世紀のものですけども、こういう、まあ、王侯貴族たちが、それまでのですね、キリスト教の世界では知られないような様々な世界中のものを物で集めてですね、そしてそこから新しい世界観を作っていこうということで、この、こういうコレクションがあって、自然物、人工物、様々なものがですね、この天井までコレクション、どうもこのやり方がですね、ヨーロッパではずっとこう残っておりまして、焼き物の飾り方などもですね、かなり埋め尽くしていくっていう形はここにも原点があるようであります。こういうまあ自然物と人工物とですね、さまざま組み合わせたコレクション、ブンターカンマーですね。実はその大英博物館などもこのブンターカンマーが起源になっているということになっております。こちら、今一部元通りの形に大英ではですね、図書館のあった部分を直してますけども、こんな形で、壁からずっとこう文物をですね、飾るような形になっております。で、これがウィーン万博、まあ、万国博覧会でもですね、踏襲されていきまして、こういう会場、日本の器などもですね、今我々が博物館で見るような形ではなくて、こう寮で見せるような、まあ、珍奇なものを、異国趣味を生かしながら、まあ、見せ物的な感じの実は展示が万国博覧会だということになります。で、これはウィーン万博のものでありますけれども、こういうものは実は日本の陶磁器研究で一番遅れておりまして、幕末明治のものっていうのは鑑賞陶器として評価が低かった、つまり日本になかなか今は残ってないということで、この明治のものっていうのは実は海外に行くとたくさん残っておりまして、これどうなんだっていうふうに我々聞かれるんですけども、実は今までほとんどよく分からなかった。これが、まあ、ここ5、6年というでしょうか、明治の研究が急速に進みまして、徐々にこれが明らかになってきまして、例えばこういうタイプの、口がこう花形になったタイプはもうウィーン万博にあると。写真同じですけど、こういうものが国内でも残ってるということが分かってきましたし、これは、日高さんと一緒に行ったスウェーデン、ストックホルムの宮殿の中でもですね、こういうものが残っているということで、明治の研究が進んできています。今ちょうど明日まで、明後日までですか、横浜で横浜焼き、東京焼きといったなんかやっておりますが、あれもまさに明治の初期の輸出品として、横浜と東京で作られたものがかなり海外に行ったんですが、その研究成果として展覧会が行われておりまして、これもかなりヨーロッパに行っております。で、こういう
万博ではですね、花瓶のようにたくさんあります。こういうものもおそらく、こういう手で東京焼きと言われている浮世絵師がですね、仕事に困って焼き物の絵付けをやるわけでありますが、そういう手のものが最近海外でも見つかってきております。こっちは伊万里ですね。次、オーストリアのこのウィーン王宮のシシーという博物館ですね。ここなどの展示はですね、昔ながらにこういうケースにドドッと入れて、これヨーロッパの寮で見せていく。いや、まあ鑑賞というよりはどうだ、そういうまあ権威の象徴といいますか、まあそういう感じで入っています。で、伊万里のものもこんな風にしてケースに入っていまして、小伊万里の大皿、中皿、小皿という形で寮で見せていく展示ですね。こういう感じです。これも小伊万里ですね。一部下の段などひょっとしますとチャイニーズ伊万里って言いまして、小伊万里が人気になりましたもんですから、中国でこれを真似ていきます。18世紀ですけど、チャイニーズ伊万里って言います。そういうものかもしれません。こういうディナーセットとかそういうものもありますね。こんな飾り寮で見せていく展示があります。次はこれもそうですね、小伊万里です。V&A の博物館に行きますけども、ここは近年回収、きれいに回収されましたけど、一番上ですから収蔵庫、これも実はブンターカマーのようにですね、透明のケースの中に、たくさんものが見える。これもまあ実は伝統的な展示方法なのかなということなんですが、私とこちらにあるのは私がお茶を習っていまして、江戸千景のお家元が来てそのお声を出しているところです。こちらも、陶磁器の V&A の展示の仕方ですけども、上の段が小伊万里、下の段が景徳鎮という伝統的な並べ方であります。こちらが肥前磁器、柿右衛門が下の段にありまして、上の段には、右の方に小伊万里金蘭でがございます。こんな V&A のその展示の飾り方というのは、かなり伝統的な、ウンターカマーのやり方を踏襲しているかなということで、日本とは違ったまた面白いです。で、これは余談でありますけども、まあミュージアムショップもウンターカマーみたいなもんで、かなりこう埋め尽くすってやり方は変わってないな。そういきますと、日本のドン・キホーテっていうのもですね、あれはヨーロッパスタイルのウンターカマー、めくるめきものの世界って感じがします。こんな感じですね。次は、アシモリアン美術館。ここも、まあ、ある意味、ウンターカマ型といいますか、日本の柿右衛門スタイルがずらっと並んでおりまして、相撲人形なんか、ちょっとこう、珍しいタイプのものがあります。これは小伊万里の棚ですね。こんな感じ。こちらは中国、景徳鎮の染付類でありますけれども、様々なものが、こう瓶類で言いますけど、大体まあ明の後半ぐらいのもの、明末清初のものがございます。こちらは時宗窯という、まあ宋の時代の宋から元ぐらいのものでありますけども、こんな形で寮でどんどん見せていくスタイルであります。これはヨーロッパの陶器です。これはもう大変なものでありまして、もう後ろの方にもどんどん変わりまして、キャプションは違うところにこう表のようにして飾ってあるわけですけれども、まあ、こんなふうな量で見せてくれるものであります。これは個人の、ですけどね、まあ、これいいでしょう。スイスのジュネーブ、ここにも、これも昨年、あ、今年ですか、歴博の仕事で行かせていただきましたけれども、ここも昔はこれ、ブンターカマ型に展示してあったものが、アリアナ美術館ですね。最近はこれをちょっと形を変えて、展示しており、まあ、ただし、まあ、その昔の面影はありまして、小伊万里のもの、柿右衛門のものがあります。で、瓶がこんな風にして乱立しています。やはり、ウィーンの時代のものが多いですね。はい。そしてですね、この立派な、伊万里のですね、幕末ぐらいの、こういう灯籠なんでありますが、これが、
もう高さ2メーターぐらいってすごいものです。国内にないんですけども、これが残念ながらですね、一つが、倉庫に隠されておりまして、なぜかというとですね、こちらです。この足のところが割れてるんですね。で、これが危なくて飾れないということでありまして、こういう修復しなきゃいけないものも倉庫にたくさんあります。で、こういうものをどう日本側が支援をして、表に出してあげるかというところは、これからの重要な課題ではないかなというふうに思っております。ここでちょっと日本の、まあこれはいいんですけど、ちょっと日本の展示例でありますが、根津美術館。やっぱ一つ一つが、まあ丁寧にといいますか、こう、外国の方見たらこれっぽっちしか出してくんないのって感じの、これを見るとやっぱり懐石料理のようなですね、見えますね。一つ一つが、こじんまりと並んでる。畠山記念館なんかでもこのお茶のテイストでそういう感じです。まあですから、ディスプレイからすると、西洋の方がシンプルにボリューム感たっぷり。日本の展示は様々少しずつっていう感じがありますね。で、実はこの日本で皿を立てる習慣というのはいつからかということですけど、これはおそらく西洋での皿の鑑賞法であります。で、今のところ私は思ってますのが、V&A にあります油絵ですね。外人の描いた油絵。1878年の絵の中にですね、ここにちょっとこう、皿が立ってある。ですからこの頃から、まあ大体まあ、明治初期から皿立てが始まったんだろうと思います。ただ日本でもですね、コイマリを飾っている九州陶磁文化館などではヨーロッパスタイルのこういうブンターカムールな飾り方であります。一方アメリカではですね、案外日本的な感じがありまして、カウンティーミュージアムでもこんな飾り方。アメリカは意外に日本に忖度しているようなありまして、さっぱり型の展示でありますね。メトロポリタンもこんな感じであります。で、この夏ですね、ワシントンのナショナルミュージアムで動物展をやりましたけども、これも実は向こうのデザイナーがやってるんですが、結構日本的な展示の仕方を、一種類だけではなくて、絵も飾る、金庫も飾るっていう形のやり方で、アメリカとヨーロッパは若干この展示の仕方が異なっている。日本風なのは実はアメリカというふうな気がしております。これはまず、向こうのデザイナーがですね、やったものであります。最後にですね、ちょっと面白いと言いますか、ショッキングなコレクションをご紹介します。オーストラリアロースドルフというウィーンの郊外、ここにですね、破壊された当時の展示があります。このお城、小さいお城でありますけど、まあ中世から続いているお城でありますが、こちらもチェコに日高さんの調査で行った帰りにそのお金でですね、行かせていただいたんでありますが、この中にですね、旧ソ連軍によって4カ国当時で接収された中で最後にこの全ての陶片焼き物が 割られてしまったんですね。割られた陶片をここの上司はピアティー家はですね、捨てずに全部、部屋のこの床に飾った。まさに陶片のブンターカマーって感じで、いたわけでありますが、でこれを見た日本人がですね、まあ、なんとかしようっていうんで、私もその一端をやったわけでありますが、こんな感じで、コイマリのものも、かなり陶片として、形に残ってるのもありますけれども、散乱してあったわけであります。で、日本の場合は、この陶片が、文太釜みたいに、ざーっとあるっていうのは、ちょっと、なんて言いますか、気分が悪いので、これをなんとか分類し、そして、できるものは修復したらいいんじゃないかという、余計なことを考えるわけですね。向こうはまあ本当はその、なんて言いますか、バーッとある、これがいいんじゃないかっていうかもしれませんが、私どもはこれをもっと整理整頓してですね、分類して、この歴史的意義を知らしめるべきじゃないかと。で、ここの、お城はですね、一応、博物館となってまして、5月から10月までオープンして、寒い時は閉館してるんですね。で、この割れたままの展示、博物館ということになってます。で、これを、我々が今プロジェクトとして日本にある程度持ち帰り、そして修復しながら、陶片がバーッと床に並ぶだけじゃなくてですね、そこに元の姿に近いような、完品に近いようなもの、あるいは少しつないだものあることによって、この陶片の悲惨さっていうのはより強調されるんじゃないかということで、今この上司と、いろいろ打ち合わせをしながらですね、調査を、やっております。で、実はこの、お城のコレクションをですね、すべて日本人が、
ハンドリングして調査できるということはめったにないんですね。ほとんどは海外の調査が進んで後に、まあ、写真を撮らせてもらうということだったんですけど、ここは陶片になってますから誰も見向きもしなかったということで、我々日本人の調査隊がですね、好きなようにここを、まあ、調査できるという状況になっています。景徳鎮の17世紀後半の、ものでありますけど、陶片になっても大変綺麗なものですね。これは18世紀前半ぐらいのものであります。染め作り部こんなでですね、ここの中に中国、ちょっと日本が混じっているわけであります。ロイヤルコペンハーゲン、これは19世紀初期に上司が、これも実はこんなになって割れている状態であります。ウェジュード、これも19世紀の初期はなかなか質が高いんですが、今、この修復が進んできております。これはこの皿の部分ですね。あとはウィーンのアウガルテンのものもですね、こういう割れてますけれども、大変細工の効いた素晴らしいもの。こういうものが18世紀の中期以降出てきますから、日本の古伊万里は負けるんですね。で、撤退してきて、18世紀後半は、景徳鎮とヨーロッパ製品になっていく。ですから、この陶片を分けていく中でですね、城主の趣味が変わりながら、実は国際の舞台で中国とヨーロッパ、日本とヨーロッパがしのぎを削ってこの焼き物で戦っているという様子が分かってきます。中にはお互いに映し合うなんてこともあるわけですね。アウガルテンのこれは、下は壊れましたけど、蓋だけ残っているというですね。オランダ陶器、イタリア陶器、こういう台所で使うようなちょっと可愛らしい、柔らかいものに関してはこういう陶製のですね、ものが残ってきております。ドイツあたりのもの。これは、オランダのデルフトですね。陶器であります。そして、実は日本の明治もですね、いくつか見つかってきまして、100年間沈黙していたんですが、また日本が打って出まして、もう一回リニューアルしてですね、技術を高めて、ヨーロッパのとの、その、焼き物の市場にカムバックして、こういう新しいですね、絵の具の使い方などとして戻っていく。そういう焼き物の中での国際的な競争や影響の支配方、され方などがですね、陶片から分かってまいります。こういう金襴でもですね、明治での新しい金襴でが生まれてきていること、様子も分かってきます。九谷焼きも頑張って海外市場に出ていったわけです。でカップ&ソーサーもこんなにたくさん割れてまして、このカップ&ソーサー、お茶と一緒にですね、行っているわけですけども、取っ手のないのから取っ手にあるものというような変化も、ここから見えるわけであります。これはまだちょっと参考してありますけども。で、実はこういうメンバーで行っておりまして、まあ、うちの大学の大学院生とか、あとは、まあ、ここのお城の資料を見つけた方のお友達、主婦の少し時間のある方が手伝ってくれた。こちらの3人は修復家でありますけれども、我々は国のように後ろ盾がないので、手弁当でちょっと助成金をいただきながらやっておりまして、まあいろいろな文化支援という交流ということはある。まあ民間で草の根っていうのもある程度それは一つ重要ではないだろうかなというようなことで、一週間の調査の後にですね、ちょっとしたミニ展覧会のような形で、形がある程度こう修復できそうなものをセルテープでつないでやりました。真ん中に城主のピアッティ伯爵夫妻がおりますけど、大変喜ばれまして、で、ここから日本で展覧会やろうかっていう話が出てきまして、いよいよそれに向けて今、進行してきております。こんな風な形で最後にですね、割れたものを、形を、これまだセルテープで貼ってあるんですか？で、例えばこういうものも陶片ではわからなかった。セットで同じような形のデザインのものが大中小とあった。こういうこともわかってきております。で、割れたものがこうやって、これがこういうふうに、で、そして今、形がだんだん、蘇ってきておりまして、数点のものはほとんど完品に仕上がっていくんじゃないか。まあ、こういう割れたものを粘り強く直していくのは日本人の特徴らしい要素がありまして、そういう技術もちょっと紹介しようかと。で、実は今回この前山浩二さんという、まあ、日本でトップクラスの修復家が一緒に調査に
まあ、手弁当で行ってくれておりまして、まあ、これから彼の家族がですね、協力していただいて、調査、この復元っていう、破壊から復元ということで、進めております。まあ、彼の一例、これ、遺体破山という陶芸家の割れた香炉でありますが、これ、前山さんによって、きれいにクリーニングしてもらって、今こうなっているという状態でありますね。で、実は、そんなことで、この、展覧会も決まりまして、2020年、来年の11月3日から、1月24日まで、東京会場は、大倉集古館、新しくなります。そこで行います。あの陶片をどう持ってくるのか、どういうふうに修復するか、その辺をですね、ぜひご覧いただきたいと。で、それをそのままそっくりウィーンに戻す予定であります。巡回先は、今と愛知県、東寺美術館、山口県、中身記念館というふうに決まっておりまして、そんなことで今、まあ、民間の地道な活動でございますけれども、ああいうお城の破壊されたものを日本人の手によって分類、修復し、そしてまたお城に戻していく。あのお城が一つの拠点となって、まあ、日本人がウィーンに行った時にですね、あのお城で学べるように、まあ、残念ながら今回文献のですね、ドイツ語の文献はなかなか今回は展覧会までに解読はまず無理だと思うんですが、後々そういう文献資料もありますから、こういうプロジェクトが継続的に続く中で何かもっといい成果が出てくるんじゃないかと思っております。まあ、ちょっと今日は相当雑把な話で恐縮ですが、たくさんヨーロッパやアメリカに残る焼き物、どんなふうに飾られているか、どんな状態になっているか、そういうものを少しご紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございました。司会の大久保です。思いっきり司会下手なんですけど、やれというので仕方なく、ちょっと5分をしているんですけども、タイトな、スケジュールの中で、例えば三木先生は最後ちょっと話足りないというようなお話をされました。4人のパネリストの方の中で、今ちょっとこの場でちょっと補足ぜひしておきたいというようなことある方ございますか？いや、I think one thing I meant to say was that the Kizuna exhibition, had a profound impact on the Welsh government. 一つ申し上げたかった、補足したいことといたしましては、今回の絆展が、ウェールズ政府に大変大きなインパクトを与えたという点です。Because I think it was the first time they'd seen a major partnership exhibition as opposed to a standard travelling exhibition, a real partnership exhibition, that had had such a big impact on visitors in Wales. というのも、循環展ということではなくて、いわゆる大規模なパートナー展として、あれだけ大規模なものが開かれて、そしてあれだけ来館者に大きな影響を与えたというのが、今回初めてそれを経験したからです。So, the, Welsh Arts International Organization has brought a very much bigger team to Japan to coincide with the Rugby World Cup.Than I suspect might have been the case a few years ago, for many reasons, change of minister being one, but I do suspect that Kizuna is another. ということで、ウェールズの、文化財団などのチーム、今回のラグビーに合わせまして、大日本訪問団を来させているんですけれども、これは政府が変わったということもありますが、その絆展が開催されて日本との関係をすごく感じたということも大きな理由の一つと考えています。今のアンダーソンさんのお話、そのウェールズの政府がこれによってというのは、ただその結果としてそうなったわけでは実はなくて、何年も前から日本大使館やウェールズ政府やその周辺の影響力のある人たちとに展覧会を進めていく間に、いつもその情報を流して、その展覧会が今ここまで来ている、でこういうふうになる、こういう人たちに見ていただきたいって、そういったことを常にお話ししてコミュニケーション、これがそのまあ学芸員の仕事かどうかというところはあるかもしれませんが、
コミュニケーションを常に続けていって、周りの期待度を上げていくということ、そういう努力はたくさんしました。それがやはり海外で日本を展示する現地の人たちにと一緒にやっていく中では欠かせない部分だと思います。今アンダーソンさんから補足いただいたことは、アンダーソンさんの最初のお話の最初でありました、その文化的価値の理解が難しいという状況の中で、絆点がそのインパクトを与える、本当に新たなフロントを開いたということで、いかがでよろしいですね。で、途中の話の中で、レガシーとしていくつか、挙げていただきましたけれども、そのレガシーの中で、例えばいくつか、もし一つか二つ具体的にどのようなことが、行われているのかということで、例えばアンダーソンさんもしくはミキさんの方から少し詳しくお話しいただければと思うんですけども、先に今回のプロジェクト自体がまずその現地の日本資料の調査をし、それを現地で活用し日本コレクションの認知度を上げるという目的で、日本特別展絆というのはその最終ゴールではなく、実はその先にあるのが日本のことを知りたいと思ってくださるお客様をそこに生み出すと、その意味で今実はアンダーソン館長さんと進めているのが、常設展示室に初めて日本展示を今回作る、今その準備をしています。それがいわばもう最終目標で、特別展によって開拓した日本を知りたいというお客様をこれからももっと日本のことを知っていただけるように、常設の場で日本を紹介する場所を作ると、それについて歴史機構もこれからも引き続き一緒協力体制を続けていくという意味で、それが一つのレガシーだと私は思っています。About 40 or 50 years ago, Amgueddfa Cymru National Museum Wales had much larger collections of material, I'm sure including Japanese material, from outside Wales and outside Europe. A decision was made then to hand over all of that material to the Horniman Museum in London. And you could see that as being an act in a sense of starting to look inward in terms of the world. It's a 40年50年前になりますけれども、ウェールズ国立博物館の方では、日本に関するいろいろな資料文献をもっともっとたくさん持っていたんです。なんですが、これをロンドンの方のホームズミュージアムに移管をするということを決めました。で、これはある意味もっと内向きになるということの表れだったと。I don't know exactly why that decision was made, but it was made, and it can't be reversed. で、なぜその決定をしたのか、理由は私自身は分かりませんが、とにかくそういうことが決まってしまって、もう元には戻せなくなってしまった。But for reasons I gave before, we have to, as a museum and as a country in Wales, look for our partnerships internationally, look toMuseums and countries who share our values, and can ensure that we stay as alive to the rest of the world as we possibly can. So I think that starting to reintroduce permanent exhibits, for example, around Japanese arts and culture, would be one significant step back towards having a, you know, a world view, not just a,A Wales view. で、先ほども言いましたように、このウェールズの国としても、それからそのミュージアムとしても、もっと世界に目を向けて、同じ価値観を共有するいろいろなところのミュージアム、あるいは国とパートナーを組んで、そしてその世界の動き、あるいは世界観を維持をしていくということをしなくてはというふうに考えているわけです。
で、この日本の、日本関連の常設展、日本関連のものの常設展化というのも、そういう、その、ウェールズの中だけに目を向けるのではなくて、世界全体を見回すと、見越すということの一つの例になります。で、世界がどんどん内向きをしていくことの中で、そのミュージアムの文化の中で、その世界に目を広げようということですね。その、日本展の常設のセクションに関しては、三木先生がまだこれからご協力されていくと思うんですけども、例えばその、展示をこれから作っていくというときに、今回のシンポジウムでは、対話型というのが一つのキーワードになるんだろうと思います。で、その日本展の常設のところを、日本の側の意見と、それとウェールズの方の展示のポリシーというのを今後、すり合わせていかなければいけないと思うんですけども、それについて具体的な、例えば、ビジョンだとか、あるいは例えば、この気候のプロジェクトを推進している日高さんの方から、なんかそれ、ぜひこういうところで協力したいとか言うと、なんかありませんか？私は荒川さんと一緒で日本美術が専門で、資料を調査するっていうところで、最初はそこで貢献するつもりでプロジェクトを始めた人間なんですけれども、調査をして一つ一つの資料に正しい情報を付与するっていう、これはこういうものですよっていうことを教えてあげて、相手に伝えるというところまでは、割と普通に簡単にできてしまうんですね。でもその後がなかなか他のプロジェクトもそうだと思うんですけれども、続かないというか、それを、もっと、現地で活かしてもらったり、それによって日本文化に対する理解が深まったり、日本研究が盛んになったりするっていうところに結びつくのが難しいかなと思ってきました。で、三木さんがおっしゃったように、日本資料、日本に対する認知度が低いっていうこともありますし、一方で、日本に対するステレオタイプのそのイメージ、侍店なら人が入るとか、そういうことが、一時期よりももっと、なんか強くなっているような印象があります。で、かたや、ポピュラーカルチャーというか、なんか、その、現代の、アニメだとか、漫画っていうのは、割とリアルタイムに世界中の人たちが見ているので、あまり、その、ギャップが、日本の人間と、世界の人とのギャップがないようには見えるんですけれども、伝統文化を知っている日本人から見ると、そこだけを強調されるのはちょっと、抵抗があると。そういう意味で日本側の私たちは、ものすごくそういう状況に危機感を持っていると思うんですね。で、日本文化を正しく伝えたい。その、偏った一部じゃなくて、正しく伝えたいという思いが、強いあまりに、その、自分たちの価値観で、日本文化を伝えようとしているんじゃないかなというのを、この、その、プロジェクトをやりながら、自分自身はその、日本人の思い込み、常識っていうのがありすぎるところが、逆にその、国際的に理解してもらったり、交流するっていうところに邪魔になっているような気が、します。それで絆展で実際にそのウェールズの側の人たちと話をしていると、当然違うところはあり、でそれをお互い理解しなきゃいけない。で、今日のウェールズアンダーソン館長の話を伺っていても、私たちがその正しく知ってもらうためには、伝える相手の歴史や文化を本当に理解して一緒にやっていくしかないんじゃないか。そのためには、対話が必要であり、三木さんがそのいろんな、その、民間から、そういう人たちに、のところに足を運んで、地道に地道に重ねていくような、そういったことが必要
で、それを続けて、なんとかかんとか続けていく必要があるのかなという、まあ、責任を感じてるんですけれども、まあ、ちょっと、別の話にはなるんですけれども、日本、まあ、世界でもそうかもしれないんですが、私たちのような組織は、大きな成果を、すごく目に見える成果を求められていて、で、絆点はそれに当てはまったんですけれども、そのあたりに本当に続けていかなければならない真の国際交流っていうのが、その評価とか、その大きな成果っていうことで、なかなか、続けていくことが難しいのかなと。すみません、なんかいろんな話をしてしまって、そういうことをしみじみ今日皆さんの話を伺っていて感じました。先方が持っている日本イメージと、こちらが持っている本来日本のイメージは、日本はこうなんだというその強固な変な信念みたいなものとのそのぶつかりっていうのは、今回のウェールズ展、私もちょっと一部はお手伝いしたんですけど、局面局面で確かにありました。で、私自身、元文化庁系の博物館にいたんですけども、そこで日本展を海外でやる場合は、もうこれを用意したから並べろというふうな、ちょっと上から目線のものが多いんですけども、そういった意味で今回ウェールズでと一緒にやらせていただいて、かなりキャッチボールがあったというのはいい経験だったと思います。で、対話型ということで言えばですね、その荒川先生の話だったら非常に面白かったんですけども、ヨーロッパの今の陶器の展示、日本陶器の展示は未だに文太カマそのまま押し出していて、で、アメリカは逆にそうではなくて、結構日本的な要素を取り入れているというんですけども、ヨーロッパにもう散々足を運ばれて、先方と当然先生対話されていると思うんですけども、日本当時の見せ方は、こういう別のやり方もあるんじゃないですかというふうな話をされたりすることはないんですか？もう。いや、そういう気持ちを思ってたんですが、今回私発表するにあたった日高さんから、その向こうの良さもあるんだから、上から目線じゃダメよって言われまして、で、考えたら、あ、向こうは文太釜型で日本はこう並べ型って、それで気がつきまして、そんなあんまり意識してなかったんですが、あ、実はちょっと話は別になりますけど、今年の夏は、韓国とアメリカに行ってきまして、で、アメリカはこの間の動物展だったんですけども、あれはむしろ国際交流基金ですけども、ワシントンのデザイナーさんが自分がやりたいっていうことで、ほとんど日本側からこれはこう並べるように、音質とかちょっと大事なものはあれでしたけども、ほとんど何も言わずにやってもらったっていうところがあって、ちょっと一部、甲冑なんかでですね、ちょっと新しいものも出ちゃったりしていて、どうかと思ったんですが、やはりアメリカならアメリカなりの出し方ってもあるだろうからっていうんで、今回は非常に先方のやり方を尊重したんですけど、実はなんとなく日本的に並べてくれてたっていうのがあって面白かったなと思うんですが、あともう一つ韓国に何回もここ行ってまして、今頃絶対行くなって何人も言われたんですが、行ってみて何人も困ったこともないし、辛かったこともなく、本当に楽しく、シンポジウムで行ってきたんですけども、で、韓国の中央博物館も日本のギャラリーができて十数年ですけど、やはりきちっと何て言いますか、収蔵品を増やそうっていう意識があって、で、8月に学院が来て、陶磁器も増やしたいんで、一緒に骨董屋回ってくれって言われて、私も回ったりしたんですが、それと、光講習の博物館が、今度焼き物を中心に展示をしていきたいと、ついてはアジアっていう視点でいきたいので、っていうんで、今回中国陶磁を借りたけども、日本からも物を借りたいっていう意識が、終わりのようなんですね。ですから、やはり、国同士っていうのは難しい場合もあるかもしれませんけども、やっぱり研究者同士とか、焼き物の好き者っていうのは、つながったりしておりますから、そういう中で、お互いに、行き来を密にしながら、今回のウェールズの展覧会ってやっぱ一つの大きなきっかけになるかと思いますけれども、切らすことなく、お互いに交流しながら、情報をそれぞれ提供して、やっぱり継続していくってことが非常に重要なんじゃないのかな、というふうなことを感じまして、特に工芸品、大久保先生の浮世絵もそうでしょうけども、海外にたくさんある分野ではですね、ますますそういうところでの交流をしておかなきゃいけないのかな、というふうに思っております。
失礼します。先ほどのウェールズ引き続き、展示を続けるとそのどうやってやっていくかと、やはり私どもは時々行って、向こうでお話をした対話をして一緒にやっていくわけですけど、やっぱり最後は現地の方なので、現地の人が展示をしたい、まあ、現地の人に自信をつけてもらうってことが一番大事で、その意味ではかなりこちら側としては忍耐があります。自分たちでやれば簡単にできるんですけども、それをやらない、皆さん現地の方がやりたい、こうやってやるっていうこと、そしてやって失敗もするかもしれないけど自信をつけてもらって、これからも自分たちでやっていくっていうところまで一緒にお付き合いしていくというのが基本的なスタンスだと思って、これからウェールズともお付き合い続けていくつもりでいます。I suppose this brings me to the question of, again, what is the purpose of exchange and collaboration? Because, you know, in the United Kingdom, we've inherited some objects which were chosen for particular purposes by individuals for their own motives.でですね、また、私が先ほど問うた質問に戻ってくると思うんです。一体その交流ですとか連携の目的というのは一体どういったものなのかというものです。で、イギリスにあります、様々我々が引き継いだ、その収蔵品に関しても、もともとはですね、その個人が何らかの目的を持って得たものであるということが言えます。What isn't in our collections in our museum or in...probably many museums, is that wider cultural dimension of ways of thinking, philosophies, ways of being human, which objects can only very partially reflect. So for me, there is a much, much bigger and deeper challenge, if you like, really, which is to extend understanding in that sense. And on occasion, there will be differences and disagreements.Historical as well as contemporary as part of that. But I think that my feeling is we should be braver, probably, in trying to address those wider worlds of thought and beliefs about life, really, and not be restricted only to the collections, because they may not always do the job well. Sometimes they do it brilliantly, but there are some areas which are not well represented.はい、それでこの博物館におけるコレクションということを考えたときに、もっとより幅広い形でいろいろなものの考え方ですとか、もしくはその信念、哲学、もしくはその人間であるということ、そのこういったものをすべて反映するようなものに今後もっとしていかなければならないのではないかというふうに思います。で、もちろんですね、ものというのもそれらを一部反映するものではありますけれども、我々としてはもっと広く、もっと深く、こういったそのチャレンジを追求していき、我々のカバーする範囲というのを拡大していかなければならないというふうに思います。そんな中で、もちろんその歴史に関しても、もしくはその現代の世界に関しても、いろいろ異論があったりとか、もしくは差異があったりとか、そういったこともあるかと思います。しかし、我々はですね、さらに勇気を持って、より幅広い世界の思考、価値観、それから生き方、そういったものをですね、反映した、そういったその展示というのを行っていかなければならないのではないかというふうに思います。で、その今のあるコレクションというのが、もちろん表現できるものもあれば、それだけではやっぱり十分ではない、表現できないものもありますので、そのコレクションだけでいい部分もあれば、やはりその制約もあるということも意識していかなければならないと思います。ありがとうございます。この総合討論最後、3分ほどあるんですけども、総括していただいたようなお話をいただきました。質疑、討論となってますので、残された時間はわずかなんですが、ちょっと質疑もお受けしなければ、すみません。お一人ぐらいはお受けできると思うんですけども、どなたか、ご質問ございますか？そうですね。それぞれ、パートナーとして一緒にやっていく、間、それぞれにやはり目的があり、我々が、手にしたいものだけを手にすることではないという、その、
ことなんですね。そういう意味で文化の大衆化ということを、アンダーソンさんはもうその旗手としてイギリスで立っている、実践されている方で、私もその影響を受けて、それを日本文化の紹介という形をとって、どう彼らのやっていらっしゃることを体現できるかというふうに考える、考えているつもりです。そういう意味では、まさにその現地の展示の仕方、博物館がその地域と一緒になってやっていく形をやっぱ見極めるってことも、私たちのプロジェクトの中では必要なことだと思います。いかがでしょうか。はい、すみません。ちょっとまだ、疑問、いろいろお話尽きないと思うんですけど、この会場、時間がすごく厳しいので、これでちょっと終わらせていただきたいと思います。本日はありがとうございました。閉会の時間までございますので、またちょっとこの場をお待ちください。閉会のご挨拶を一言申し上げます。本日はアンダーソン先生をはじめ、ご登壇の先生方、大変興味深いお話をありがとうございました。また、ご来場の皆様も、刺激的な人文知の世界を十分楽しんでいただけたものと思います。私ども人間文化研究機構では今日お話のあった国立歴史民俗博物館をはじめ在外の日本資料の調査研究事業というものを進めておりまして多くの成果を上げております。今日はその中でもウェールズ国立博物館での絆展でございましたが、この場合はその調査研究の成果を目に見える形で地元の人々と共有して、また日本文化の理解を深めていただくということで、素晴らしい成果を上げていただいたというふうに思っております。まあ、こうした研究成果の一端を一般の方々にもご紹介したいという機会として、私どもこの気候シンポジウムというものを、まあ、今日は36回目でありますけれども、開いております。最近は年に2回から3回開かせていただいております。今年度は続きまして、11月の23日に大阪で、国立民族学博物館の脅威と会議展にリンクした形の気候シンポジウムを開催し、また来年の1月25日に、東京の日比谷図書文化館で、人文情報学、デジタルヒューマニティーズに関係する、気候シンポジウムを予定しております。なお、今日の、このシンポジウムも、後ほど、しばらく後で、YouTube で、映像として、このシンポジウムの様子を皆様にも、後からでも見ていただけるようにということに、計画しております。今後とも、気候や、歴博をはじめとする書記官の研究成果にご期待、とご支援を賜りますよう、お願いしたいと思います。まあ、最後に、協力いただきましたウェールズ国立博物館、また、講演いただきました書記官、それから、会場をお貸しいただきました、東京大学文学部に厚く御礼申し上げて、閉会の挨拶とさせていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。